93.9 MHz 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で8キロの渋滞、中央道は上り方面へ向かう車、国立府中付近で15キロの渋滞です。一般道は津久井街道、相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞、国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、静清で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で1キロ、相模大野で1キロ、中和田で1キロ、橋本駅南入り口で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、下今泉で2キロの渋滞、国道129号線、厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、木曽で1キロ、中央橋北で1キロの渋滞、県道様大和線、横浜中心部へ向かう車、小松原で2キロの渋滞です。鶴川街道、金井入り口では両方向とも1キロずつの渋滞、世田谷通り、鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞です。行幸道路、町田方面へ向かう車、相模大野で1キロ、厚木方面は小田急相模原で1キロ、総武台前で1キロの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞です。続いて村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で1キロの渋滞、県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞、おしまいに鍛冶屋相模原線、津久井方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとってこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 20% となっています。続いて相模原の明日は曇りで夜は雨でしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 30%、 お昼から夕方までは 40%、 夜は 50% となっています。明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の最高気温は20度の予想です。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。
ここでこの時間のニュースをお伝えします。人命救助の壁とされる72時間が迫る中、現地では懸命の捜索が続けられています。台風26号の記録的な大雨により大規模な土砂崩れが起きた伊豆大島では、これまでに23人の死亡が確認され、依然として連絡が取れない人は26人に上っています。現地では今日も1000人を超える体制で捜索が行われています。こうした中、加藤官房副長官は今日の記者会見で、安倍総理が台風26号による大雨で多くの死者や行方不明者が出た伊豆大島をあさって視察すると発表しました。政府が災害復旧へ向けて前面に立つ姿勢を示すのが狙いだとみられ、災害状況や行方不明者の捜索活動を視察するほか、大島町の川島町長と意見交換する予定です。台風26号への対応をめぐっては、気象庁が特別警報を出さなかったことや、大島町が避難勧告や指示を出さなかったことに批判が出ていますが、安倍総理は現地を視察した上で、災害に対する危機管理の改善を検討することにしています。また、小野寺防衛大臣も明日、伊豆大島を訪問することを明らかにしました。行方不明者の捜索にあたる自衛隊の視察・激励を行うほか、現地の災害対策本部から被害の状況を聞くことにしています。新藤総務大臣が今日、秋の例大祭が行われている靖国神社を参拝しました。参拝後、新藤総務大臣は外交上の問題になるとは全く考えていないと述べています。靖国神社ではあさってまで秋の例大祭が行われていますが、新藤総務大臣は今日午前8時前、靖国神社を訪れ参拝しました。新藤総務大臣は4月の春の例大祭と終戦の日にも靖国神社を参拝していて、閣僚では古谷国家公安委員長もあさってまでの例大祭の期間中に参拝する方向です。また自民党の高市政調会長や加藤官房副長官らみんなで靖国神社に参拝する国会議員の会の157人も参拝を済ませました。一方、安倍総理は中国や韓国との関係に配慮して今回は参拝を見送りましたが、参拝に強いこだわりを持っていて、年内に参拝できる機会を探っていくものとみられています。こうした中、国会では安倍総理の所信表明に対する代表質問が今日も行われました。安倍総理は中国韓国との関係改善に関連し、歴史認識について問われ、歴代内閣の立場を引き継ぐ考えだと強調しました。これまでで最も高い40万ベクレルの放射性物質が検出されました。福島第一原発で8月に高濃度の汚染水300トンが漏れたタンクの近くにある井戸で、これまでで最も高い1リットルあたり40万ベクレルの放射性物質が検出されました。福島第一原発では今年8月、汚染水をためるタンクから300トン余りの高濃度の汚染水が漏れ、一部は排水口を通じて海に流出したとみられます。東京電力によりますと、このタンクから20メートルほどの場所に掘られた観測用の井戸で、昨日採取した地下水からベータ線を出す放射性物質がこれまでで最も高い1リットルあたり40万ベクレルの濃度で検出されたということです。原因について東京電力はタンクから汚染水が漏れた後、移動する速度が遅いストロンチウムなどの放射性物質が時間を置いて井戸に達したと見ていて、新たな漏洩があったわけではないとしています。おしまいに株と円の動きです。
今日の東京株式市場の平均株価終わり値は、昨日より24円ほど安い14,561円54銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日と変わらず、1ドル97円90銭から91銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。今日のメッセージテーマはヒヤッとしたこと、千田高さんからもメッセージいただいています。自分はサイクリングをしているのですが、ロードバイクではシューズがペダルに固定できるクリートペダルやシューズの先端にかぶせるハーフクリップがあるのですが、そのがっちり固定されるクリートペダルにすると必ずやってしまうのが立ちゴケ。要するにペダルからシューズが外せずに自転車ごと転倒してしまうことなのですが、間一髪外れなくて道路から自転車もろとも落ちることがあり、その時は本当にヒヤッとしました。北海道の道路は除雪のために平坦な部分よりも1メートルくらい道路が高くなっているところが結構あります。そこを時速20キロ以上のスピードで落ちたら怪我しちゃいますよね、ということで、これは怖いですね。ペダルから、ペダルにこうシューズをね固定できるっていうのはいいのかもしれないけど、逆にそれが足がね外せなくなるっていう恐れがあるわけですね。これは気をつけなきゃいけないですね。メッセージありがとうございます。さあ、それからミュージックボックス旦那様からもいただいています。昨日のクライマックスシリーズ、ジャイアンツ対カープ、最後はヒヤッとしましたが、菅野くんナイスピッチング、地元出身ですから頑張ってほしいですね、というね。そっか、今日巨人がもう一勝すれば決めるわけですよね。いよいよ大詰めというところでしょうか。皆さんはねどこを応援しているんでしょう。さあ、それからいただいているのはザカさん。今から10年くらい前ですかね、飲み屋の帰りに携帯電話を見ようとしたら、いつも入れているところに携帯電話がない。その当時は仕事などの連絡や確認をその携帯電話で全てこなしていたので本当にヒヤッとしました。結果はその5分後にメールが入り、普段全く入れないポケットに入っていてほっとしましたが、それまでの5分間がものすっごく長く感じました。携帯電話今なくしたらそれこそ嫌ですよね。もう本当に便利になってるから、携帯電話一つで何でもやってしまうっていうね方多いと思います。となるとやっぱり手元にないってなるとヒヤッとしますね。さあ、それからのっちさんからもいただいています。やっと秋らしくなってきましたね。やがて秋が終わり、冬の雪の日、皆さんあるでしょう、ヒヤってこと。特に雪に不慣れな南関東の住人は、靴を買うときに靴底までは気にしませんよね。のっちはコンビニ前の金属製の排水口の蓋に足を取られてすってんという経験も。今では靴底を見て靴選びをするようになりました。確かにあんまり靴を買うときにそこをチェックして買うっていうことあんまりないかも。でもやっぱり雪の日にはね、そういった靴がいいわけですもんね。しっかりと靴の底を見て買うっていうのもやっぱり必要ですね。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだたくさんいただいているメッセージ、またこの後の交通情報を挟んでご紹介していきます。時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。
まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で10キロの渋滞、中央道は上り方面へ向かう車、調布付近で11キロの渋滞です。一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ、中和田で1キロ、宇野森で1キロ、橋本駅南入り口で1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上川井で1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、市立病院前で1キロ、下今泉で2キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、中央橋北で1キロ、相原方面は時和で3キロの渋滞です。県道様大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロ、相模原方面は小松原で2キロの渋滞です。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞、世田谷通り鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞です。漁港道路町田方面へ向かう車、相模大野で1キロ、厚木方面は総武台前で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞、村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で1キロの渋滞。おしまいに鍛冶屋相模原線津久井方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとってこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。さあ、今日のメッセージテーマはヒヤッとしたことをいただいています。雪中庵さんです。人生で最もヒヤッとしたのはサハラ砂漠横断1600キロ17日間のサイクリングの途中でリカオンという肉食獣に襲われた時です。ということで、これまたスケールが大きいですね。こういうことあるんですね。あとでひょっとしたら骨になっていたかもしれないと思うとヒヤッとしたものですということなんですけれども、とにかくご無事で戻られてよかったです。こういうヒヤッと体験もあるんですね。さあ、まだまだいただいているメッセージ、この後のエンディングでご紹介していきます。
方4時からお送りしてきました。 FM 相模 83.9 メガヘルツ、古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。メッセージご紹介していきましょう。ちゃんまささん、ありがとうございます。昔経理の仕事で現金と伝票が合わなくてヒヤッとしました。かなり焦ります。見直して合えばいいのですが、合わないと上司に怒られました。あ、こういうお金のね、管理とかしてる人とかはやっぱお金が合わなかったりすると、伝票もそうですけどヒヤッとしますね。それから萩野谷実さん、僕は夜勤をしますが、その大半は夜中のドライブであります。でその大抵はいわゆる大型タンクローリーでありまして、積み荷があると車両の総重量がおよそ20トンになります。そして、積み荷が積み荷なのでのんびり走っていますが、夜中の峠道など走っているともちろん大型車両同士すれ違える道幅ではあるんですが、そこは夜中の峠道、いわゆる走り屋さんが我が物顔で突っ走っておりまして、抜いていく分にはどうぞどうぞなんですけど、対向車がカーブでセンターラインをはみ出して向かってきた日にはヒヤッとどころではなく寿命が縮まる思いがします。ね、皆さん安全運転を心がけてくださいということなんですが、夜道は怖いですよね、特にね。さあそれからミスター GK さん、ヒヤヒヤしたこと、パトカーに遭遇した時です。とにかくパトカーが苦手で、目の前をパトカーが走っていると捕まるんじゃないかとハラハラしてしまいますが、見えなくなるとすごくホッとするのでヒヤヒヤものです。パトカーは街中走り回っていますから、どこで見つかるか分かりませんから、交通マナーはきちんと守りましょうね、ということでやっぱりね、あの車だったりとか自転車だったりとか、そういうあの道路でのヒヤッとした体験多かったですね。皆さんやっぱりくれぐれも、歩いている人も自転車に乗っている人もバイクの人もね、そして車の人もやっぱり気をつけて、お互いに気をつけ合って交通ルール守って安全に、道は利用したいものですよね。さあそれから、ミスター GK さん、最後にね、あさって相模大のかぼちゃ祭りですね。天気が心配ですけど司会頑張ってください、応援しに行きますと書いてくださっています。そうなんです、今度の日曜日、10月20日の日曜日ですね、相模大野ではハロウィンフェスティバル行われるんですが、まあ、その一環として相模大野の中央公園ではかぼちゃ祭りが開催されます。こちらではですね、ステージを使ったダンスのステージだったりとか、ライブステージだったりとか、ファッションショーだったりとか、仮装コンテストなんかもね行われる予定です。で私はですね、あのそのステージの司会をさせていただきます。そしてなんとミニライブもさせていただくということで、時間が午前10時から夕方5時までなんですけれども、10時半ぐらいからミニライブもさせていただきますので、ぜひちょっとお天気心配なんですけれども、遊びに来ていただけたらなと思います。さあそれから最後にですね、ごめんなさい、お名前だけになってしまいますが、水玉スニーカーさん、それからカズくんからもメッセージいただきました。その他たくさんのリクエストも皆さんありがとうございました。ここまでのお相手は古谷香織でした。皆さん素敵な週末をお過ごしください。この後は東京町田インフォメーションです。
お待たせ、ユーストハミングだよ。やあ、みんなお待たせ。今日は横からのカメラだよ。なぜならもう一人の人がまだ食べてるからだよ。味玉なんだよ。さあ、今週も張り切ってお送りしていこうと思います。よいしょ、よっしゃ。3時間の生放送のお付き合いありがとうございます。早くから来てくださった方、本当にね、ありがとうございます。そして、タイムラインを盛り上げてくださった皆様もありがとうございます。まだ食べているので、しばらくは一人でお送りしようと思います。今日はですね、もう数字をすでに決めてありまして、先週は、あ、先々週が3人指名してね、当たっちゃった時でね、それで先週が、古谷香織が意味がある数字を考えて当たらなかったね。で、今回は、アプリで、僕はアプリでね、これこのサイコロのやつでね、こういうこのサイコロが面白くてね、こう振るとこうやっていろんな目が出るんですけど、サイコロの数とサイコロの目が決められるんですよ。だから0から9までで1個のサイコロでやってるわけです。そうするとランダムに0から9までの数字が毎回出るわけですね。それを3つ、並べて、もう数字をすでに書いてあります。数字を書いて、そしてガオリに渡してあります。というわけで、もう今日も数字も出来上がっているので、で、今日はまたあれですよね、収録ない日よね。なのでゆっくりと、ゆっくりたっぷりお送りしようと思います。タイムラインの皆さんも、たくさんの皆様ありがとうございます。今日はね、リクエストがすごく多くて、なんとか書けようと相当頑張ったんですけれども、さすがにもう5時半過ぎのリクエスト、5時台だったのかな、まだ結構ね、たくさん来てたんでね、一生懸命かけたんですけど、かけられない曲が何曲、3曲ぐらいありましたね。早め早めに曲リクエストいただければ、早め早めにかけていきますので、そうですね、今日の曲はどうでしょうね、たまたまあったやつ、なんか毎回かかる谷村優美さんとかね、あれも最近は早い時間になるべくかけてしまうんですけどかけてしまうんですけどって、あと南沙織さんとかっていうね、短い曲だったんでかけました。まあ、今回はそういう、なんか季節にちなんだのとね、あとそれから何かしら意味合いのあるリクエストいただきましたんで、あと結構あったんですよね今回は曲がなかったっていうのなかったですね。大丈夫ですか、西さん。はい、大丈夫です。で、本当に2曲どれか、これとこれのどっちかをかけてくださいっていうのも来てたんですけど、それどっちもかけられませんでした。間に合わなくて曲はどっちも用意してたんですけどね、そんなこともあります。リクエストもお待ちしておりますので、ぜひ。さあ、いいかな。はい、食欲がね、食欲の秋だね。そうね、美味しかったよ。何が？おやつ。おやつ美味しかったですか？はい、ようございましたもぐもぐ終わりました。でもマジで西さん、サイコロゼロがないよ。ゼロ？ゼロあるよ。ゼロがあるサイコロなんていうね。だからこれ好きな数字を設定できるんだって、ゼロから9っていうのが。なんだって。もう一回見るか。もうバカなのか。こらそういうこと言わない。これでサイコロの数と
サイコロの目を0から9とか、まあ普通は1から6じゃん、うん、そういうふうにいろいろ指定ができると。1から6の普通のサイコロを2個とか3個とかね、こうやるとほらおいちょ株とかもできるし、しないか。それで今回はこれで0から9の数字をランダムに選ぶために、0から9の目のサイコロを1個使って3回振って決めているわけです。もうね、今日の数字知ってる？みんな、そうきたかーって感じだね。いらんことを言うな。いや、いらんことを言うな。あ、そう、ほらまたもうおかしなことになるじゃない。何も言ってないじゃんタイムラインの雰囲気がおかしなことになる。え、なんで？そこで読まれちゃうじゃないのよ。なんか読める？今ので、今の分かったらすごいよ何にもだって、何も顔に出してないよ。今日もしじゃあ当たったら、うん、当たった人には香りの手作りたわしね。なんでプレゼントはなんで、なんで決めちゃうの？香りのせいだもんだ。なんで、何も言ってないじゃんあんなヒント出すから当たってしまう。え、何のヒントも出してないよ。今今日当たりそうな気がすんだよそれは日さんが選んだ日さんだ。今日当たった、今日当たったら、今日当たったらもう香りのたわし。今日はたわし、うん、アクリルたわしだっけ、なんかアクリルたわし、うん、この間なんかあれだよ、洗剤を買ったらついてきたよ、アクリルたわし。便利じゃない？しょぼっと思うんだよ。アクリルたわしは洗剤なくてもいい、まあね、落ちるっていうやつなんだよ。まあね、落ちるよね。洗剤についてくる意味がわからない。え洗剤についてくるので、うん、洗剤がなくても使えるアクリルたわし、どうぞこの洗剤を大事に使ってくださいっていう意味じゃないの？大事に使ってくださいっていう意味なの？だから普通のだとなんかこう全部につけちゃうけど、アクリルたわしはつけなくても落ちますからっていう、うん、海を大切にっていうことなんじゃないの？あ、そうじゃあそういうことで、そういうことで、たわしいらないって。いらないって。香りの手作りだよ。香りの匂いがするよ。匂いはしないけど。一回香りに風呂で体洗ってもらうから。そのたわしじゃないもん。何？何でもないもん。何でもないもん。なんか西さんが今宣言してたけど。何でもない、何でもない。そうなの？うん、そうなの、そうなの。分かった。ね、よろしくね。うん。アクリルたわし、ほら欲しがってる人もいるよ。本当？アクリルタワシだとなんかつけらんないか。あのさ、アクリルタワシと一緒に、うん、なんだ、発泡スチロールじゃないけど、こうなんて言うんでしょう、子供がさ、うん、遊ぶブロック、柔らかいブロックみたいなんじゃん。子供が遊ぶ柔らかいブロック、それがね、こんな風になってるやつとこんな風になってるやつがこう、あ、くっつけるパズルみたいな、パズルみたいな、そう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 。あれなんでできてんだ、柔らかいやつ、発泡スチロールみたいなやつ、うん、それがね、こういうのがついてたの一緒に。はい、なんでこれ、何あれ、何なんか説明し、説明してくれないのよ。アクリルたわしと一緒にこれがついてたの。え、どんな形なんですか、これ。わかんないわかんない。これが2つあってこうなってたの。そう柔らかついてんじゃないな、なんだろう。何の洗剤についてきたんですか。台所洗剤かな。どこの台所の洗剤って、 え食器用洗剤のことじゃないの。メーカー、メーカー。あ、メーカー、何、いろいろあるじゃないですか、台所用の洗剤も。なんだろう、有名なやつ忘れちゃった、忘れちゃった。ジョイかな、ジョイ、うん、何だろうね、油汚れに、ね、なんかヒントになるわけじゃないんだいや、なんか CM 何のために問いただしたんだよ今製品とかメーカーをどこの製品についてんのかなと思って今。え、それが例えばじゃあ顔だったら、顔で調べてみるとかさなるほどね、一応ほら聞いておくのも。そっか、ライオンとかね、いろいろあるからね、うん、それで
あ、それ足の指にはめてお風呂に入るやつ。え、何、もしかしてペディキュアとかのやつじゃないって。はぁ、あ、なんかちょっとカオリン今日少し黙ってた方がいいかも。なんか違う、こういうやつでしょ。話のとちらかし方が半端ないよ。なんかこういうやつでしょ、うん、え、なんでお風呂に入るときに足のこの指を開けてリラックス系は分かるけど、ペディキュア、ペディキュアって何なんですか。え、なんで お風呂にの入るときに足にはめるやつが洗剤についてくるの。でよくね、同じ感じで足に入れつけて広げて、うん、あのペディキュア塗ってる時に、はいはいはい、足と足の指くっつかないようにするアイテムがあるわけですよ、はい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 、私もカエルのやつを使ってるんですけど。あ、そうなんだ。そういう素材なの俺が。そうそういう素材だった。あ、じゃあそれができるのかな。できるかも。でもそれだったらさ、両方足の分っていっぺんには使わないんじゃないの。一個でいいんじゃないの。両足使うよ。気持ちいいよ、指広げられると。あれ、リラックス系の話をしてるの今。あの便利だし、女子的には便利だし。ね、足も広げられて、うん、リラックスできるよっていう。カオリン、ちなみにニスさんはペディキュアを使っていませんよって。そうだよね。それ知ってる。そうなの、メーカーじゃなくてお店かな、ついてるのが。え、そういうこともあるの。くっつけて売っちゃおうみたいな。そういうこともあるかもしれないね。あ、見せてくださいよ、スタジオに持ってきて。あ、そうだね、持ってこようよ。それでみんなで考えよう、これはど何に使うのかって。でももう今答え出たじゃん。だからそのお風呂に入るときにリラックスするやつ、足にはまりそうな大きさでしたなんじゃないの多分、うん、あれじゃあ台所洗剤じゃなくてボディシャンプーとかじゃないのね。ボディシャンプー買ってないけどね。ボディシャンプーについてくるならわかるけどね。あれ何に買った時だっけ。最近何買った。え、その洗剤についてきたんじゃないかもしれないの。いや、あ、洗剤万引き。いや足にそう靴下履くのも大変だし、ね、よくあの万葉の湯のロッカーで暴れてる人に、ね、靴下が履けなくて一回履こうとしたらトン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 ってこうすっごい長距離飛んでいっちゃったりする。指スポンジっていうのか、あれ足指スポンジみたいななのかな、みたいな。なんだろうね、気になるね。プラレールさんもそれをなんで持ってるか今考えてくれてるんだね。そうだね、家庭用品系を買った時についてきたんだよねきっとね、うん、何買った時だろう。アクリルタワシと一緒にそれがついてくるとしたら、お風呂用だったら一番わかるけどね。そうだね、お風呂グッズなんか買った。シャンプーとか。シャンプー俺も何年も買ってへんねん。そうか。2、3日だって水シャワーだもんね。水シャワーに泡立たないか。泡立たないよね。何買ったかな。あ、デンタルリンスガムは買ったけど、それについてくることないよな。口のケア？うん、それと一緒ではないわ。最近どこに買いに行った。ドラッグストア、ドラッグストアで買ったもの。アクリルたわしは、うん、シャンプー。え、なんか商品にペタってくっついてたわけじゃないの。その商品にが例えばこうなんかあったとしたら、それと一緒にぐらいの大きさの透明のやつの中に入ってて、プラスチックの透明の、うん、プラスチックってことじゃないけど、プラスチックより柔らかい、柔らかめのプラスチック、プラスチックじゃないのかな、プラスチックだと思う。そのプラスチックの
プラスチックのところの中に入っているのがアクリルたわしとそれが一緒にくっついて、でそれをパカッてこうあのついたやつをパカッて開けるとプラスチックのやつをこうあのプラスチックよりちょっと柔らかい薄いあのよくあのワイシャツの首のところにちょっと入ってるやつあるじゃん、うんうん、あんな感じの透明のやつってあるでしょ、あれプラスチックじゃないよね、プラスチックより柔らかいもんね、プラスチックより薄いしね、アクリルプラスチック、そのプラスチックのやつも入れ物透明の入れ物開けるとそれが入ってて、でそれが一緒に何かと一緒にくっついてたの、何かを買ったらついてきちゃったのね、謎は謎のままだねあれなんだろう、なんだろうな、突っ込まないよ放置な感じでね、何回言ったかな なんかその買ったものが多分ドラッグストアとかだと思うんだよ、きっとそうですよね、最近ドラッグストアで何買ったっけ、しないな、そんなの、あここ風邪薬いっぱい買ったわ、風邪薬、風邪薬に風邪入ったらあかんやろ、お風呂なんかな、そうだね足の指広げて健康になりましょう的なそれで風邪も治ったらいいねみたいな違うな、薬では絶対ないな、大きさ的にそんなんじゃないんだよな、ちょっとあんまり意味ないんじゃない、すると、あ、でもあのドリンク剤、栄養ドリンクみたいなのもあったな、うん、それにも違うよな、3本入りでもそんな大きくないし、足湯セット、足湯セット、たわしとね足の指広げてそういうことなのかしら、風呂の壁とか掃除するやつなのかな、違うね、まあです、今度来週持ってきてください、うん、それちょっとみんなで、そうだね、ディスカッションしましょうそれについて何についてきたんだろうな、あと あそこも行ったね、どん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 たっこすどんたっこすったらどんたっこすのえ、これ言っていいんでしょ、そこでは何か黄色いお店でしょ、なんかチャラチャラした店員さんがいるってその話をするんならそれをしないんなら出してもいいけどそれをまた蒸し返すんならダメでしょうかよ、ユーモアな店員さんがいるユーモアな店員さんっておかしい、ユーモラスなでしょ、ユーモラスな店員さんがいるところだよね、なんだっけな、うまかっちゃん買ったけどな、うまかっちゃんにはついてこないな、絶対うまかっちゃんにはついてこないでしょう、あそこだけなんで君なまったの、今うまかっちゃんに引きずられたの、なまってないよなまったでしょ今みんなあのツイートに改めて書かないまあ口を滑らせて俺が悪いとは思うけれども、あれなんだろうね、人間って勝手なもんでさ、うん、ごぼうって長さどのくらいのやつをいつも買ってる、買うとき短いやつこのぐらい、うん、実際のごぼうってどのくらいだか知ってる、長いやつある、見たことある、あるある、俺ずっとごぼうってさ、うん、このぐらいで埋まってんのかと思ってたのよ、なんか土の中に、そう、それでこの間見たらなんか1メートル以上あるやつ、うん、本来はその長さが ねそんなのがあって、うん、うーわこれすげえと思って、ちょっとこれ使い切りたいと思って買って、長いやつをそうずっとこう持って帰って帰って持って帰ったそうそうそう、
それで昨日全部使い終わってさ、うん、あのまたいつものようにあのごぼうサラダ作って、うん、きんぴらごぼう作って、それから豚汁作って、それからなんだっけなんかいろんなごぼう炒めみたいのを作ったりとかして、でこの間全部すっかりきれいに使い切ってすごい気分が良かったの、うん、で俺あのやっぱりあれよね、そういうこの間山作戦にいただいた野菜とかもさ、形もなんかあんまり売ってるような形とはちょっと違うんだけど、うん、違ったり大きかったりするんだけど、あれをねみんな人間が一番食べやすいサイズにしてたりさ、はいはい、そういう形で売ったりしてるもんだから、そういう印象になっちゃってるのね、うん、なんかごぼうはそのもともと農家のごぼうにたわしは使うね。いやそういうことじゃないだろ、ごぼうみたいなアクリルタワシついてきたのおかしいやろこれで皮むいてる、ね、足の指の行き先がなおさらわけわかんなかったし、これにごぼう挟んでみたいな、なんか全然あの売り上げが伸びなかった農家の人が、うん、そのごぼうを見ていて、うん、あこれ短くしたらどうなんだろうって気がついて、で短くして売り出すようになったら、うん、ほらサイズが大きいとさ、うん、置く場所とかも困るじゃない。そうだよね、あお店で陳列するときに、うんうんうん、で短いタイプにしたらそれもなんかこう目のつきやすいところに置いてくれてすごく売り上げも伸びたんだって、っていうなんかその農家の人のドキュメンタリーみたいなの見たことがあるよ。やっぱそういうことなんだね。そういうちょっとそこに気がついただけでぐんと変わるっていう、ね、コロンブスの卵ですよね。だからね、返事をしろよ合ってんだよ今のどう返事、なんで俺の言うこと信用しないんだよ。いやどう返事、どっちなのかなこれはギャグのやつなのかなちゃんちゃんさんね、だからほらあのキュウリもさ、うん、もともとあの結構曲がったやつとかってあまり売れないもんだから、お家で食べたりするらしいよね。でまっすぐな方がいいから、なんかなんとなく印象的にこうそんなぐにゃっと曲がってない印象になってるじゃない今キュウリって、うん、だ実際はもっといろんなねひねったりしてんだもんね、うん、なんか人間の勝手でそうやって解釈変えちゃいけないわよね、なんかね。ね。って思ったの、そのごぼうを見て。なんでごぼうの話になったんだっけ。だからね。あのたわしの話から飛んだね。うん。だけどあのそのごぼう買ってさ、あのすぐ切りゃいいだけの話じゃん。うん、切っちゃえばいいよね。で切っちゃえばね、うん。自分のところで切ればいいの。やっぱりそれが陳列しにくいってことか、お店でね。実は黒の T シャツと黒のストレートキャスターがすごく似合うんだけど、カオリンとのボケとツッコミも面白い。ありがとうございます。まっすぐなキュウリしか買いませんっていう主婦とかいるもんね。さそう、うん、全然いいよね形はね。あのむしろね曲がってる方がなんかキュウリらしい感じが、うん、ねするけどね。今日ね俺ねテーマはね、うん、あのこの T シャツってさ黒にさ、うん、赤じゃん、はい、それで俺の今日の時計がね黒板にね赤がアクセントになってて、ね、大きくしたら大丈夫見えるかな。あの G-SHOCK のそういう黒に赤のやつでね、うん、それでねこのジッパーもねあ黒に赤の紐が赤い。そうあの本当は赤、いろいろ赤いの。本当だ。この裾もね赤い。おこれで靴もね。兄さん転ぶ転ぶ。四股踏むの。靴もね黒に赤の。うん、で気がついてないかもしれないけどあれだよヘッドホンのところも赤いよ。あ本当だね。赤だね。で今日は携帯のケースも iPhone も黒に赤なの。これで眼鏡も赤かったらよかった。ああ。それで今日ね、うん、朝今日はもうこれで行こうってもう服を決めてて、うん、でこれとこれであ今日ちょうど全部もう黒と赤でまとめちゃおうかなと思って。
それで今日朝の占いを見たら、うん、水上さんのラッキーカラーはブルーって言われてた。ダメじゃん。チェこんなに赤で決めたのに。もうええわそんなもん。そうだね。これすごい赤って言われたらね。ねえ、ピッタシだったのに ね。青か。あ、ヘッドフォンのところがちょっと青いよ。あ、ちょっとだけ青い。ちょっとだけ青いよ。あ、そうだね。うん、一箇所だけ青い。あの LL が青い。LR の L が青い。ね、R は赤だからね。うんね、コーンも青。咳がね、日産まだ戻んないんだよね。ごめんごめんごめん。いや、もう治ったよ。本当？うん。もう痛くはないし、声も出てるでしょ。まあ、普通。昨日俺すげえ歌ってたんだよ。だから昨日ね。歌を。うん。朝7時ぐらいまでずっと一晩中夜中歌ってて。何してたの？歌の練習。んー、うん。だってほら、アコステとかほら2週連続お休みしたじゃん。そうだったね。でずっと歌ってないなと思って、うん、で声もちょっとああ出そうだなと思って、うん、でいろんなのを歌って遊んでたの。うーん、遊んでたんかい。遊んでた。自分で言っちゃった。違う遊んでたんかい。違うわ。遊んでたんだってさ。違うっちゅうね。あの聞け。向きになると向きになるとむせますよ。俺さ、この後今日はあれじゃない、ミュージックボックスが10時から、うん、あのみじこちゃんの会でしょ、はい、そうだ。でみじこちゃんの会なんだけど、もう昨夜、うん、あの山作戦の会の編集が終わってるっていう。1週間早くすごいでしょ。もう今フォルダにも納品しちゃったから、ね、早いね。それでそれを待ってる間に歌ったり、こうそれの合間にね、うん、仕事をしながらの合間にね遊んでたんだ。はい、青兄さんが日産の風がうつって喉が痛いって言ってるよ。今なんか喉みたい。あのね、喉と鼻みたいよ。やだ。鼻から喉に、鼻から喉にプレコール。山作戦の会が今週流れたら面白いね。 それおかしいよね。大丈夫？そこちゃんと言っといた。3週ぐらいにわたって山作戦流れたら面白いね。4週のうち3週山作戦。そうだよ。担当の人もほらまさか次の週のもあるとは思わずに、ね、最新版って言ったら山作戦さ流れちゃうかもしれない。うわ、俺ちょっと不安になってた。大丈夫？ちょっと、まあ、でもそれはそれで面白いよね。面白いってほら続々と。この間はカオリンの会が潰され、うん、今度はミュージコが潰され、最後はチャクラみたいな。それ楽しいじゃん。山作戦さん月間になっちゃうね。ねえ、それもありっちゃありやね。ないわ。香り腕上げたな。うがいもね、今ね、あのだから今すごい、うちさイソジンのこんなでっかいやつがあるんだけどさ、うん、半分ぐらい残ってたんだけど、またさらにこうもう4分の1ぐらいに減った。もう起きるたびにイソジン、イソジン、イソジン、皆さん大事にしましょうね。イソジン、イソジン、イチジク、イソジンみたいな。うがいね。うがいと。もうだから喉はもうそのたびに鼻もかかんで、うん、で、あのその都度あのちょっと寝てちょっと起きたらもうガラガラってするじゃない。だからもうすぐもうイソジン、もうガーッと入れて、うん、あの最近俺さ気がついたんだけどさ、こうやってガーッてやってると意外と飛んでるよね。口開けるもんね。そう、それでイソジンの液が結構なんか服についたりとか自分に返ってくる。そう、ふっと気がつくとなんか壁についてたりとかして、あ、意外と飛んでるんだなと思って、うん、最近あのここの数日はずっとうーってやってうーって言ってペッてやる。何それ、大げさなんだけど。それそうすると思いっきり声も出せるし、あ、口塞ぐと。だからこうやってお前グルルルってやるのってなんかちょっと恥ずかしいじゃない。そんな音聞かれ、誰もいない、聞かれたらどうしようとか思って、こうやってこうやってうーうーってすると飛ばなくていいってこと言って。なんて言ってるの。何も言ってないわよ。声を出しながらガラ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 、そう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 、
ちょっとやってみます。そうやるとね結構いいんですよ、もうイソジン、もうだから起きるとイソジン、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 アラジン、イソジンみたいなね、やってみようかバリエーション持ってるな香り何もう一回くらいいけそうだもんもうやめてもうやめてよ。でもそれのおかげで喉はだいぶ良くなって、よかったね、イソジン、イソジン、イマジン、イソジンみたいな感じで、あ、もうないんだないんだもん。私に何を求めてるんですか2つか , 笑っちゃうもんねだからね、喉はだいぶ良くなったんですよ、うん、そう、喉飴も舐めますよね、舐めますよ最近のその鉛癖直した方がいいよ。はい、プロポリスだね。ね、プロポリスをね、はい、僕らは、僕らはずっとプロポリス使ってるんです。はい、喉にいいっていうね。そう、すごい喉に、その代わりまずいんですよ。おいしくないんだよね、でもね、慣れてきたね、うん、で、この間俺いつもアマゾンで割と評判のいいやつを集めて3種類ね、ずっと買ってたんだけど、うん、その3種類のやつがなかなかこうないと思ってたら、うん、なんとこの間成城石井だっけ、あ、はいはい、ね、エビナインターにある成城石井のところに、エビナサービスエリアか、サービスエリアに全部あった、3種類とも。それすごいよ ね、 そうだね、全部バラバラに違うお店から買ってたのに、うん、1個はね、なんだっけ、そのマヌカハニーっていうのがやってるやつが、マヌカハニー、それがなんだっけ、あれあれ、小林幸子さんとか使ってるやつやねんな。へえ。佐田さんもそれ使ってるやつ、ね、あ、あれか、そう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 、うん、あと緑のやつはピリピリするやつ、はいはいはい、あれはなんかお医者さんが一番勧める、うーん、そういうやつをね、うん、プロポリスといえばミニスカートの女性警察コスプレ、それはミニスカポリスですよきっとね。え、だよね、ね、ね。マヌカハニー、マヌカハニーっていうんだ、なんか名前とかを気にせずに食べてたわ。蜂蜜の種類なの？ハニーだもんね、そりゃそっか。あれ、もう一個だ。まあでも本当に今風邪が流行ってるからね。そうなの。昨日俺が全力で歌ってるところにさ、吉郎がやってきて、吉郎がビビってた。そりゃそうでしょ西さん、なんでこんな夜中に歌ってんの？朝5時ぐらいに吉郎が今日のクラブイベントの発注、お酒の発注、発注に来て、そしたら俺が全力で歌ってたからビビってたそしたらなんかちょっと吉郎もなんか鼻、まあ吉郎いつも割と鼻声だけどね、うん、風邪っぽいって、なんかちょっと風邪っぽい声だったね。皆さん気をつけましょう、気をつけてください。今回は鼻と喉一番かかりたくないね。ね、かかりたくないよね、うん、なのでもう僕の方は治ったんで、皆さん気をつけてくださいね。これからだいたいね、俺が風邪をひ、そういう風邪をひいたって言ってから、うん、周りがバタバタとそれで倒れていくんだよね。やめてね大丈夫、私今のところ大丈夫、今のところそんな怪しい感じはない。本当ね、皆さん気をつけてください。なんか結構鼻と喉、来てるみたいですから、うんね、そうそう、寒かったり暑かったりの温度差が ね、 ね、温度差もねあるよね、うん、マスク大事。最近はあとあれも今家でただ寝てても、うん、退屈なんで、うん、シェイプビート5000っていうやつよね、例のやつね、例のあれすごいですよ。あ、そうですか。シェイプビートやってきたよ、うちに。買っちゃったんですね。買っちゃったんですよ。8万円だっけ。8万円のやつローンで金利負担してくれるっていうから。金利負担してもらったの、うん、リノスが。どうですか。すごいよ、もう俺今腹筋が硬いもん、もうすでに、まあ、見た目わかんないだろうけど、わかんないね、俺の中ではもう全然違う感じ。え、大丈夫なの今筋肉つけて。
筋肉つけてるの今。え硬いのねお腹が。えこれただ硬くなるだけなのかな。わかんないけどね、これサイズが変わらないでただ硬くなっただけだったらなんかね、セメント流し込むのも一緒よねこれね。わかんない。あとどうなの、なんか液体窒素かけるのも一緒よね。でも効いてる感じするんですか。すごいよ。うん、あの前にさ俺低周波治療器っていうのよくあったじゃん、なんかマッサージ器とかあるよね。そうそうそう、そういうのであのプルプルあのビリビリビリってくる感じの、それで時々トッとっ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 て押すぐらいの感じじゃん、せいぜい、うん、だけどもうすごいよ、あの本気で叩かれる感じ、なんか本当肩とかやったらあのドン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 ってやられてるぐらいな。そんな本当本当優しくトン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 じゃないの。もうね俺鏡を見て笑ったんだけど、うん、肩が本当にボンドンドン、えそんな動くの。そうそうそう、えでも俺の顔も一緒にドンドンドン。すごいね。すごいよ。えものすごいパワー。そうなんだ、うん、さすがお値段なだけあるね。だからお腹もさあの俺ぐらいその、 あの間に脂肪があったらさ届かなそうじゃん。だけどもうズンズン来る、ズン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 来るんだ。ズンズン来る、なまってるよ。こんなことズンズン来るもの。日産もなまってるよ。ズンズン来るから一回やってみ。うん、いいや。やってみたらいいでよ。いいよ。私はいいよ。一回やってみたら癖になっぺ。ズン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 来るから。ズン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 が。ズンズン来るから。うん。すごいよもう。へえ。で楽しくなっちゃっていろんなとこやってて。うん。今一番面白かったのがあの胸にこうやってつけて胸に、うん、そしたらなんか胸がずっとプル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 ってしてて、それを鏡でこうやって見てて何それまあ西さんの胸は豊満ですからね。それでさあの肩をね肩にやると、うん、あの要するにその中の筋肉を刺激するやつだから、うん、ここのあんまり筋肉がないところだと刺激がほんと強いのよ。あで俺今40ぐらいもやっと行くようになったんだけど、うん、平均で40ぐらいで使うんだって。だけどそれ90まであるのパワーが。まださらに倍ある。そう、最初20ぐらいやっても痛いみたいなことになってたのに、うん、40が普通ですって言うから、これ40普通の人できんのかと思ったらだんだんやっぱり慣れてきて、それでお腹を40ぐらいでやってたんだけど、肩にそれをやったらさ、うん、もうなんかあのね、なんかすごく頑張るモードみたいのがあって、頑張る真ん中のちょっとあの炎が出てるバーニングボタンみたいのがあるね、なんかそれをポンって押すとね、なんか 10% 力が強くなって、あの普段はうーんぐらいなんだけど、なんだけどそれがね、ブン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 、何それっていう感じになるの。何それそれが非常に分かりやすいのが、肩をやってたら、うん、もう本当にそれがあっ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 、ずっとそうなるのよ本当に。コントみたいな、ね、動画アップしたいぐらいずっと俺、ね、30分それやったら30分間ずっとダッ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 ってこう繰り返してるから、その動き必要なのなるの、肩だとなっちゃうの。なっちゃうの。うそ肩あんまり強くしない方がいいのかなと思って。あちょっとね、脂肪がね、ここあの脂肪がそんなに、筋肉とかがそんなに多くあるわけじゃないから、 うん、だからちょっと ね使い方気をつけなきゃいけないなと思って。見てみたいね、やってる姿をね。ね、引きそうだね。でもなんだいぶ引きそうよ。引きそう、引きそう、何がその姿を見て。今度見せてあげるよ。うん、ちょっと見せてもらおうじゃ。
充電式であれ持ち歩けるやつだから。そうなんだ。これ別にここで持ってくればこうやってそういうリアル。その代わりカオリもやるのよ。やんないよカオリも絶対 私はねそういうの無理だから。絶対同じことになるから私は私はなんない。なるのよ。なんないわよ。なんのよ。なんないわよ。それやろうかじゃあ。シェイプビート大会やる。私はいいわ。ガホにもやんなきゃダメよ。いやいいよ。私は見てるだけだから。見てるだけじゃつまんないじゃない。いい見てるだけでいいよ。楽しいのに。楽しくなさそうだもん。足を鍛えるのが基本ですよ。足？なるほどね。足をやるかじゃあ。えそれはいろんなところやっていいやつなの？どこ専用とかではないの？あのもうだからそのパッドをいろんなところに貼ればいいんだもんね。そうで大きいパッド4枚の時と小さいパッド4枚っていうのと、うん、いろんなところに。だから首なんか肩とか首とかをやるときはそういう小さいやつで。お腹とかはもうそういう大きいパッドで。ももとか足とかもできる。そうそうそう。あのだって足の裏とかも。足の裏もできるんだ、うん、へえ。足の裏超痛かった。あ痛そうだね、うん、なんかもうなんかあのね足つぼとかもあのほら尻尾をずっと追っかけてる犬みたいになって俺ずっと痛い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 ってずっと回ってたふくらはぎじゃないあの足の何足のあの土踏まずのところがずっとボン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 ってされて痛い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 ってぐるぐるしてたね。さあ果たして次回のフリマとかに出てくるんでしょうかさあいいお時間になりましたよ。そうですか。じゃあ終わりますか。ちゃうちゃうちゃう、まあ、数字があるんだからここにほら数字だね。今日の数字はね数字も決定してるからね。ふむふむな感じです。じゃあお題だね。まずお題ね、うん、今日さあタックルさん全然間に合ってます。もう終わり前説が今終わったとこここから本題。誰が前説が終わったなんつってんだよ。終わってないの。アホがこれから佳境に入っていくっちゅう。いや今から本題のゲームでしょ今から違う違う今からあの今日あの今朝アップした俺のチャリンコの話になるね、うん、それはまた来週みたいな違うそれで俺昨日もチャリンコで行ったのよ。であのもう忘れてる人も多いみたいなんだけど、うん、結構ずっと前だよねチャリンコ買ったのね。そうですね。もう1年以上前ですか。1年以上前なんです。でずっと乗ってるんです、うん、それであのねそのチャリンコで結構あの店に行く時もあるし、うん、近場の買い物とかもあの結構行ってるんです。であれはねあの写真だと分かんないと思うけど虐待電話俺のアップした写真が虐待っていうタイトルの写真。えそんな写真がアップされてたの。そうなの。俺のツイッターを遡ってみて。そうすると、うん、誰がボリショイサーカスよね。サーカスのクマじゃないの今朝帰る時に、うん、店から家に帰る時になんかほらすごい鏡みたいにガラス窓が自分の姿がよく映るところがあって乗ってる。そうそこでねよくねあの俺が行く時にはね夜にはあの若い子がダンスの練習したりしてるのそこの前で。へえそんなことしてるんだ。そうでそこの前でふとあそういえば写真をあの前からそういう虐待っていうタイトルは思いついてたのよ。なんか虐待っていうタイトルで俺がチャリに乗ってる写真をアップしたら面白いかなと思ってそれアップしたらあの結構みんな反応がありました。そうなのあれねだからあのジープの、うん、チャリンコでそうなんだよね。そうなの。あのチェロキーに乗せたくって、うん、折りたたみなんですよね。そう折りたたみのチャリなんです。折りたたみ自転車。そうです。あの歯医者のビルなんだっけ ADC 赤、あれ ACD かあれなんだっけ ADC だ赤だ。そう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 デンタルクリニック。そう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  ACD ビル。あの近所のおばちゃんが赤だ赤だ歯科医だからだねって言って
それで ADC なんだねって言ってその横を通り過ぎた、俺が通り過ぎたってちょうど言ってたんだよ赤田しかだから ADC なんだねって思って、なんで ADC なのかしらっていう話でそうであのビルができたばっかりという、うん、それでもうあのそうなの、チェロキーだけがなくなってしまってチャリだけが残ったっていう、ね、そうだね。であのさっきその体重制限の話もされてたんだけど、はい、うん、あの前にもこれだから買った時にもう一ネタやったんだけど、うん、あのあれ実際体重制限80キロなのよね、はい、自転車で大抵の自転車って80キロぐらいなのってね、うん、90キロとかになったら本当はいけないんだって、うん、チャリに乗っちゃで本当はウェイトオーバーだから、うん、俺買う時にこれ90あの僕140あるんですけど、あ、ちゃんと申告したんです、ね、そうこれ乗ったらやばいですかねっつったら、うん、いやいやあの普通に2人乗りとかも普通にやってるでしょ、2人乗りしてるもんね、そうだから全然問題はないですよっつって、うん、ただあの消耗が若干早い空気を入れる回数が他の人より多いみたいな、そういうとこはあると思いますけど、具体的なそういう話があったんですね。そうなるけど、まあ普通に乗れますよって言われたので買って、うん、80キロってね、だってね、そうだね、2人乗りできないよね、できないもんね子供なら私もそうでも俺が乗ってるのがほらその割と小さい折りたたみのやつだから、あ、はい、絵的にすごい面白いんですよ。そうだよね、あの車輪とかもちっちゃいもんね。そうか、ブレーキの効き具合の基準なんだね。そういうことなんだね、さすが坂さん詳しい ねだそうなんですよ。乗って問題ないっていうことでそれで今乗ってるんですけど、時々、はいはい、すごく快適なんです、チャリの、はい、チャリ生活が、うん、ちょっと行くのにいいですよね。そうなのよね、便利よね。うん、さっきあのカオリンはチャリこう乗れるのなんて聞いてる人もいたけど、あのそれも乗らせてもらったことありますよね。乗ったことあるよね、あるある、市民ホールの周り一周してきたことがあります。そういえば自転車全然乗ってないなと思って ね乗らせてもらったことあります。そうなんですよ、そのジープのチャリンコをずっと探しててね、その時あのチェロキーだったから、うーん、どうしてもそのチェロキーにそのジープのチャリンコを積んで、全然ジープじゃないんだけどね、なんかね名前を借りしてるだけで、あれ大抵そうなのよね。そうなんだ、よくあのいろんなメーカーの車のメーカーのやつが入ったりするじゃない、うん、ほとんどネーミング化してるだけで、その会社が作ってるっていうことはないんですって。へー、だけれどもなんかそれをジープあのチェロキーに乗せて、うん、チェロキーからジープのチャリを下ろしてでサイクリングとかしたいなと思って、伊豆高原とか行ったらいいじゃない、なんかそういう、そういうなんか旅行行きたいなと思ってさ。なるほどね、そんなことがしたかったんだけど。自転車乗れますよね、そんなチャリンコライフを送ってます。はい、あとその後アップしたのがあれね、あの最近の録画予約が、あ、失敗するっていう1割引くでもテレビ買っちゃえばみたいな感じだね、その確率。あ、それは実現できたのって。え、どれ、高原とかを走るっていうのは自転車で。なんかどっかを行ったな、どこだっけ忘れたけど、なんか一回納得したできたんだそれらしいこと、うん、なるほどね。そうだ、狭山湖とかだったっけな、違うな。録画できてないとショックですよね。 EPG 予約をしてるんですよ最近の録画成功率もうね広いんですよ1割って1割あのこの写真で見ると黄色のやつが全部失敗したやつ全部ほとんどじゃん、全く撮れてないやつで、なんだろう、青いやつが成功したやつ、うん、録画終了したやつ、終電後ご飯、終電ご飯、秋の終電ご飯なんだっけ、あのほらオードリーの若林さんと酒井若菜さんと出てるやつ、秋の音なんちゃらは何ですか、秋の、ん、秋の王まで見える、リーガルハイでしょ、うん、アンドロイド、
月曜ミステリーすごいとドラマばっかり、海の上のあなんちゃらってやってますね、ドクター X も昨日失敗し、白馬の王子様これ見た方がいいよって言ったじゃん、香織に。白馬の王子様、うん、ちょうど香織ぐらいの年で結婚できない女の話絶対見ない絶対見ない、そういう言い方そういう相変わらずテレビっ子ですね。秋の王って あのエッチなやつです。エッチなやつなんですか、秋のなんだろうこれ、秋の王なんちゃら。もう一回別にでもこれを出せば見られるんだけど、なんだろう秋の、ね、録画できてないとね。でも今はそのドラマとか結構テレビでじゃなくてネットでもね見られたり、あ秋のおもちゃん祭り、おもちゃん、おもちゃん、おもちゃん祭り、そのとこから失敗したのがね、頑張った大賞でしょう、頑張った大賞、刑事のなんだっけ視線じゃない、だんだりんって何ですか、ダンダリンってあのほら俺があの絶対あのハズレだって言ってたズレだってあそれをへのへのさんは面白そうって言ってるなんだっけ あのあの女性誰だったっけな、なんか若そうだねこのちょっとタイトルから言ってわかんないけど、ダンダリンって若くないよ、だからあの人だよ、あ竹内優子さん、すっごくあの主人公のキャラクターに魅力がなくって、あってちらっと言ってたやつだ、うん、へえ、あれはダメだダメだ、あのなんかほら面白いって人もいるよ前、いやもちろん面白いっていうのもあるだろうし、うん、面白くないわけはないんだけど、うん、とにかく最近その役者さんがさ、うん、当たり役がやっぱり欲しいんでしょうね、うん、みんななんかそういうなんかとにかくこう得意なキャラクターを持ってくる、あ、はいはい、例えば刑事でもなんか普通の刑事さんってもういないじゃん、ちょっと変わった刑事さん、ちょっと変わった刑事さんになるでしょ、右京さんみたいなね、だから右京さんって一見そういう堅物だけど、うん、なんかユーモラスじゃないな、うん、古畑任三郎にしてもさ、はいはい、そういうなんかのがない、ただの変なやつみたいなやついるじゃん最近よくそれただキャラクター作るだけでなんか、それでなんか面白いだろうみたいなのはどうかと思うわ。なるほど、そういうところにこう頼りすぎてるっていうところがあるかなって感じなのかな。だからそのなんかそのダンダリンさんが、あ名前なのね、ダンダリンさん、うん、ダンダリンさんっていうことなんだね。その上司、あの絶対あのなんか融通の利かない女の人の役なんだけど。なんか自分の納得いかないことがあったら「うー」って言うんだけど、もうなんかその「うー」の感じがもう高嶋政宏の100分の1ぐらいなのよ、なんか何それパワーが。え高嶋政宣さんの、政宣さんだっけ、弟さんの方、政宏さんじゃなかったっけ、お兄さん、うん、じゃなかったっけ、お兄さんだっけ、何の役、あ政宣さんだったっけ、なんか最近変わった役やってるの、弟さんドクターなんだっけ、ドクターズ、正信さんか、うん、とかみたいな、うん、なんかそのパワー不足というか弾けられないっていうか、うーん、あこれは絶対、あれは絶対無理だわ。ちょっと今日ほらドラマの話するとさ、きっと兄さんまた、よしどんどんドラマの話しようか兄さんまた話が終わらなくなるから、いいよみんなどんどんアマちゃん祭りじゃない、また失敗しませんか、ゲームやろうか、これは面白いよね、何ドクター X は、前はなんかちょっと強引すぎる感じがして、と米倉涼子さんだっけ、そう米倉さんの、だからそもそも設定に無理があるよ、なんかすごい絶対失敗しないドクターなんだけど、ものすごいギャンブル好きでいつも麻雀で負けててなんかそういう変なそのアンバランスな感じが魅力になってるんだろうけれども、今回はその周りのキャラクターがすごい金払ってて、うん、西田敏行さんとか、なん
か前回も結構数字が良かったんですよね、視聴率がね、うん、今回すごいの。じゃあもうキャストがすごいの。へえ、また今回も当たるだろうっていう感じで。だからそう、ほら、そうだからその真ん中が際立ってきたから、うん、そういう面白い力のある役者さんとかがと対峙するとなおさら面白いじゃない。うん、それこそこの間のあの半沢直樹だってその酒井さんだけじゃなくて酒井さんの相手役の香川さんとかが面白かったんですよ。うん、そうですね。ロゴさんはダンダリン面白いって、うん、見てないから何とも言えないけど、うん、でも次はないよ絶対ゲームやろうよ。ジッタリンジンではなくて声だけ聞いてると学芸会みたいに最近のドラマ。そうなの。ドクター X 面白いっていう人は多いだろうね。私が注目のドラマはですね、うん、今回はあんまり見てなくて、うん、リーガルハイ。あ、そうね。とそのアンドロイドが、はいはいはい、あの初回見損ねたんですけど、うん、日産が iPad でそうなんか見せてくれたのでそう見たんです ね。その2つは見続けるかな。うん、あとはあまり見てないんですよね、なんだかんだ言って。ごちそうさんはもう全然つまんないゴリさんこんばんは。こんばんは。伊達石学園ね。あとね都市伝説の女、長澤まさみさんがね足出してるって話題になってた。あれもちょっと強引だわね。あの本当に足だけを見に見るドラマよね。なあ、そんなことないでしょ。いや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 、この間もひどかったですよ。あ、そう、うん、西さん辛口だから俺もう孤独のグルメはいいや、もういいな、うん、あれ、あ、そう、あのドラマとしての芯がなさすぎるのと、うん、その後に出てくる原作者の原作者久住が行くみたいな、もう一回同じ店行って食べて、はいはいはい、うまいなっつって、でもやっぱりビールがないとねっつって飲んでんね、うん、なんでこいつって仕事してるような遊んでるようなみたいな感じだ、ね、そう、なんかだから 前のなんだっけ深夜食堂とかさ、うん、あれはストーリーの筋もしっかりしてたし、そこにこう食べ物が乗ってるっていう、うん、で、あの、あ、食べ物の番組夜中にやるとみんなお腹減ってるからウケるんだなと思って、次になんかほらあの飯花デカとかいろいろ続々と出てきて、うん、それであのこの漫画からまたあの出たじゃない、その孤独のグルメって。でここであの調子乗りすぎたよねゴリさん、ごめんね、好きな人はごめんね、本当に。八重の桜とあまちゃんしか見てなかったですがドクター X は前回面白かったので録画してみます。やっぱドクター X 面白かったっていう人多いね。そうだね、ドクター X あのキャラクターが際立ってるよね、やっぱりね。だってずずくない、西田敏行さんとか持ってくるのはそれそう、ね、あ、誰だっけ、あのほらあの人、女性のいや、あの誰、息子が悪いことしたやつ言いにくいじゃん今浮かんだけど、ちょっとその人言ってみてくんない？ M さん、 M? 三田よしこさん、そうちょっとそれってすごくない？西田さんと三田さんと、うん、あとあのその M さんじゃなかったのミナモンタじゃないでしょ、ミナモンタ出たらおかしいでしょそこにそれすごくない、なんかそのうーんねえ、あれもそうだね、飯花の甘美部いらないわ。でもあれ AKB の人なんでしょ、なんか、ああ、そうだったね、もう卒業しちゃったけど、ね、なんかあれだよね、途中で逃げた女だよね、なんか
何日間か1週間なんとか生活みたいのを。西さん大丈夫？嘘ついて3日ぐらいで逃げたでしょ、ディレクター騙して。よくあんなやつがアイドルとかやってるよね。今日何、今日の西さん超なんか辛口なんだけど。すごいよね、 AKB ってもっと厳しいのかと思ったら、それ何にも叩かれたりしてなかったもんね。うん、まああの企画がしんどいっていうのがあるのかしら。みなもんと息子があるものでしたね。その三田佳子さんとかとね、西田敏行さんってすげえなと思って。うん、新ドラマお嫁に行けない顔に。さあ今日ははい、ほらもう1時間経っちゃったよ。今日はね、僕は最近口を慎むようにしてるんで。全然慎んでないよね。公然慎みてよしって、慎むかよしっておみくじにも書いてあった。言われてるよ、慎めって。ね、本当にあのおみくじ引いた時お前誰に向かって言ってんだこの野郎と思ったけど。それをどうするかで今後の日産が決まるよ。そっか、今年の残り3ヶ月。そうだね。だけどさ、これがさ、これの今ワイドなショーって始まったじゃん。何、知ってる？東野さんとまっちゃんと松本人志さんと、それからもう一人誰かが来て、リンカーンの後にやってるやつ。うん、もっと深夜にやってる。全然違う。ワイドショーで、わかんない、ワイドショーの番の内容を深夜にやって、うん、それをもっとなんか別の角度から見たやつで、そもそもワイドショーを批判するみたいなさ、ああいうやり方もどうかなみたいな。それで結構言ってるの。案外俺が言ったことが、うん、もう一回そこで言われてたりするとものすごいスッとするの。この間はものすごい二人ともビビってたんやけど、あれどうなのかな、なんかアニメのなんか声優さんはアニメの ね声優さんがやったらいかんのかなみたいな話をものすごい遠慮がちにしてて東野さんが、あ、僕もちょっと風立ちぬはダメでしたわって言って大丈夫大丈夫ってすごい思ってた。さあさあさあやるよ。ね、張り切って張り切って本題に行くよ。さあ、ね、お待たせをいたしました。さあ、公然慎みてよしということで慎んでいこう。そうだから俺なんでチャリの話したかっていうと、うん、どんどん慎んでいこう。いろいろほら擬人化するじゃない、カーズとか車が喋ったりさ、はいはい、うん、今度飛行機がね喋るやつ、ディズニーシリーズでまたやるや、うん、みたいだけど、うん、同じようにチャリンコが喋れるようになったら、はい、日産のチャリンコが日産に向かって、日産のチャリンコがつぶやいた一言、はい、ありきたりなのはあかんで、なんてつぶやいたか。そう、西さんの、あ、それで数字はもう決まっているので、はい、0から9までの一つをツイートしながら、はい、今日は普通に指名制とかではなく、ではないです。西さんがサイコロで決めた数字です。はい、毎週いろいろ変えてね。先週はカオリンが考えて決めたやつ、うん、今回は僕がランダムにアプリで決めたやつなんでね、うん、それじゃあどんどん皆さん数字を入れつつで、はい、数字の0から9までの何か一つを入れて、僕のツボにはまったら、僕が香りのツボにはまったら西ザブフルザブを差し上げます。西ザブフルザブはそれぞれ自己管理で10万円単位で集まったら申請していただければ、はい、初めての方はこう住所とかを DM で僕に教えてもらうとプレゼントを差し上げるというような仕組みになっております、はい、あくまで自己管理なのでこちらは一切カウントしてないので、うん、皆さんご自分でカウントしてくださいね。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは早速いきましょう。アセロラさんからデブ重い担当職員歩けよ歩けよって思うよな、きっとな、じゃね。でもよくほら、メガロスとかさ、スポーツジムにさ、うん、の駐車場がいつも満車なんだよ。はいはい。それもどうかと思うよね。車で来て。なんでみんな車で来て、走った感じで、それで、また車で帰るっていう。まあ、遠くからね、来てる人も。っていう人もあるだろうけど、ね、多分その中には、うん、歩いたらちょうどええんちゃうんっていう。それこそ西さんも車で。俺車で行ったりはしないですよ。しなかったっけ。しないしないしない。お風呂入りに。お風呂入りには行くけど。はい。こん
降りろてめえっていうのがあって、トーマスが擬人化して女子高生をカオリに会ってみたい、断食なよ俺世界の不幸を背負ってるわ、カオリンが良かったそうだよね、カオリンだったら良かったのに、前説長くね、気持ちいい君のお尻ぷよぷよやん、乗るな、1年経ったぞ点検出せよあ、こういうのは言われてそうな気がするな、俺も鼻に乗せろよなんでだよ、今度わしと名古屋行かへんかって言わないと思うな、西さん石鹸変えた、気がつくんだ、私これ好きなんだけどパンクしてもいいですかってダブルフルザブ出す、西ザブフルザブダブルです、西さん石鹸変えた、重っ、飯は減らしなはれ、デザートも減らしなはれ、無理、二人乗りはダメよ一人なのに、ね、一人なのに二人乗り警告ランプとかあったらつくだろうね、タイヤがやばいよ、今ダイエット中です、パッパクする、たまには香りのお尻を味わいたいな、何それ、そうだよね、お尻を味わえるんだもんね、なんでその言い方ミスさん腰が痛えよ、ギブこれ言い方がいい、ギブだね、これもダブルで、でダブルですよ、へなへのさ、中級の次は俺かよ、重っ、漬物石なんてひどいお尻だって漬物石、西ザブです、一日一食、俺の輪っかより大きいお腹、そうね、重力を感じる、ギブアップ、さっき出た、お湯は出ませんのでメガロスは同意ね、食べる量を減らさないと痩せないよね、そうよね、ギア重くしようかな運動させてくれようとしてるってこと、そう、すんごい重く工夫されたらねいいね、自転車の気分でダブルですよ、タックさん、ギアを変えられちゃう、私には可愛く見えましたあの写真、あ、本当ありがとう、もう少しね皆様って皆様に同情させ、同情引いてるのね、お題は日産がさっきアップしてた自転車日産を乗せた自転車が言った一言です、残念です、またお前かよ、ダイエットしろ、西さんも足腰がガタガタです、ガタガタだからそれもちょっとなんかもうガタガタですって、ダブルだ、ダブル多いね今日ね、四輪車にしろそうね、もっともだ、休憩しよう、これをもあと1分にします、なんでこの人に売られたんだろう、気持ちいい、たまには変わって僕がここから気持ちいいっていうのもちょっと面白いね、なんかね、体脂肪、世界の西さんが乗ってるとか光栄だわいやいや、電動付きならばそうだよね、後ろにカメラつけようか、油さしてサドルが割れた、割れちゃうの30秒前です、背負って背負ってって感じなんだね、旦那料金倍料金でお願いしますぜ、タクシーじゃないんだから、ピカリンさんありがとうございます、今度ブルーキー緩めたるわ、いざ旭川へ、フレーム補強してよ、うわーってなってる、スポーク100本追加、いつもより重いですよ、あ、こういうの言ってくれる人がいたらいいね、そうだね、あの昔なんだっけナイトライダーとかは教えてくれるじゃない、ヘイキットとか言うと、今日はどちら行くのですかみたいな、今ちょっと水谷豊っぽかったけど、髪切ったこういう会話ができたら楽しいね、お尻硬くなった、あ、お尻もやってるからね、でも、あ、そうだよね、出る、何がサドルを集めて匂いを変えたり舐めたりしています、潰す気かやっと生まれ変わって自転車のサドルになれたのにこいつかよ、ダンスして痩せもんのかね、西さん髪黒くなりましたスポークが折れるお、あ、そういえば折れるおがいないね、タイヤリタイヤ、あ、甘い翼をください、欲しいだろうね、タイヤ筋トレさせてください、痩せました、なんで俺が、ちょっと待って、そろそろリニアができるからどこでもチャリンコになりたい、どこでもチャリンコになりたい、どういうこと、助けて、なんで俺アシスト付きじゃないんだろう、いや入れないと抜けるよ、食ったら乗るな、乗るなら食うな、うまい、ヘロヘロさんうまいね、タイヤの幅10センチ太いな、あの坂を登れば海が見えるけど登らんわな、恥ずかしいねこれ、
カオリに体重上げてよ、自転車がかわいそうだよね、その自転車が優先だよ。そう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 、お米食べろ、お米食べろってなんで言わないの、余計重くなるじゃない、水落ち苦しいどこなのチャリンコの水落ちってそこちょうど乗っちゃったんだろうね、命の限り相手にします、あと2回ぐらいですか、翼をください、チャリンコよりかゲンチャリン乗りな、押して歩いて頑張るからあなたも頑張って言いたいだろうな、西さんは乗らないでください、背骨が折れる、アシスト入れて部屋で休ませて、西さんは私に健康保険かけてください、健康保険乗るな、お母さん思い出してるのかな言いたくなるだろうね、こんな辛い目にあったらねちょっと惜しいみたいな感じだよね、カオリンと一緒なら乗ってもいいよ、二人乗りできないからね、いつもより多めに回しております、魔法を解いて辻元ですよ骨折しそうだ、こいつ殺したる週休5日でお願いします、あんまり乗ってないからね、もうそんな毎日じゃないから、牛をねじってきた、めり込みます、廃車まであと10日です、前より重くなってませんか、メンテお願い、終了、逆に乗せてよ、それ尻だよ、キュービーハウス青だお、こんな感じかね、こんな感じかな、ね、じゃあ私腰チェックしますよ、はい、数値のチェックお願いします、返品してギシギシ言ってます、ペダルがへたる、タイヤがリタイヤこんな感じかね、さあじゃあ皆さんのだいぶ今日も西田も出したような気がしますけどいいっていうエラーコードが出るやつねこの間また同じ体重計を見つけちゃってさ、同じ体重計、俺はもうなんかちょっと敏感になって、こう縦にこう伸びててボタンを押してこうね、下に乗るとこがあって、うん、でこう台がこうあって、ここねいろいろボタンを押したりとかして、はいはい、体重が出たり体脂肪が出たりするやつは、うん、だいたい大丈夫なのよ、140でも何でもこう測ってくれるんだけど、はい、上まで来てないやつ、下だけのやつはあるじゃない、はいはい、あれはダメなやつが多いの。へー、でこの間行ったらなんかお風呂屋さんに行った時に行ったら、うん、なんかいつもその縦に伸びてるやつがあるのに、うん、なかったのよ、ちょっと故障中なのか今修理中なのか知らないけど、その足だけのやつ、足元だけのやつがあって、はい、うわーこれかーと思って、やだな、でもまあ普段測ってるんだから、うん、まあその間置いてあるやつでも多分大丈夫だろうと思って乗ったら、うん、エラーって久々のあれ久々のエラーが出ましたか、違うんだねものによって、あれさへこむわもう人として人間としてエラーってことじゃんなんて体重面で体重面でさ、もう人間集まれっていう時にこう分かれるじゃん、なんかその不良品とかって弾かれたりするじゃん、なんかそっちの方だっていうことだもんね、なんかああ俺人としてエラーなんだなっていうことをすごい実感するのよあのエラーやめてほしいわ本当に。あ、そうだ、今日は M ステにキッスが出てるっていうね。あー今日なんだね、マグロとしてはまだ大丈夫だよって、わーい、マグロマグロとしてはスージスージスージのチェック、マーベさん前の座布団ゲットしたのいつだったか忘れてもうたよって、じゃあ1枚あげるよ、今日はなんか FM 相模のある
西門商店街とか FM 相模周辺ものすごいなんかロケやっててね。ね、来た時ね、すごい数だったんですよ。ロケバスみたいなのがものすごいあちこち止まっててね、うん、結構 FM 相模で1本入っもう2本ぐらい入ったところなんだけど、そこからさらにまた入ったところにもロケバスが止まってるぐらいにものすごいいっぱい。そしたら CM かなんかのね、はい、だったみたいですよ。またあれだよね、最近入りの大勢で踊ったりなんかするんだろう ね、 多分ね、バカだから慎むんじゃないの。ポッキーナベイベー以来以降みんなそうじゃないですか。もうみんな慎んだ方がいいんじゃないのそれがアホやっちゅうねん。だからそういうのが蔓延したら、その次の一歩を考えるのがクリエイターなんちゃうかいってねってカオリンが言ってましたけど、なんで私のせいになるのね。よし、チェックしたよ。今今度見て分かるかもしれないんでね、その場所が、うん、そしたらあこれの撮影をしてたんだなって。ちょっとメモする。モカタッチさんが西座部60枚お書いとくね。ちょっと待ってね。あムツゴロさんも画像アップしてくれてありがとう。虐待ってタイトルのね。あそうだよね、マックスみたいな、なんかエラーじゃない言い方ってあるよねなんかあると思うのよ言い方。そうなんかさ、なんだろう、オーバーよし、お待たせ、オーバーザヒューマン人間超えみたいな感じ。それはいいのやだ、それも怪物扱いだもんな。んお、タカピンさんが西サブ10枚書いときます。 おめでとうございます。次のステージへはい、お待たせしましたね、本当に参加するたびに TL が荒れるです。ああそうだよね、 Facebook に映像コズビねえ、ごめんなさいね、毎回この数字当て最後にやるときにはものすごい荒れちゃうんですよね。本当申し訳ないんですけど、タトゥーがまたね出たいとか言ってるんだよね。あーね、もうママなんでしょ、うん、タトゥーの2人もね。ね、今さらね、なんか前はバックれたりしたんだよね、なんかね。Mステを確かドタキャンしたね。トマトさんも西サブ10枚 おめでとうございます。それで今頃出たいって言われても、あれもそうよね、若い頃には絶対もうチラリと見せないで脱がなかったくせに30、40になってから脱ぎましたみたいな、写真集出しましたみたいな、そういう感じよね。タトゥーが今やってきてテレビに出たいって。ナーベさんがボケ回答にフォロワーからマジリプもらうと心が締め付けられますってこれ私このツイートにフルザブをすごいわかるね。申し訳ない、本当申し訳ないよね。そっとしておいてほしいよねそこのツイートはねえ。でもね、わかんないとリップくれちゃったりするもんね。だ結構この中には後ろに UST って書いてる人なんかは、うん、ユースト専用アカウントで、ね、あ、そうだね、見てたりするのよね、うんうん、そもそも青鬼さんだって本当はこれユースト用のアカウントだったんだよね、青鬼って。多分別のアカウントがあったもんね。ね、そうなんですよ。あ、そうそう、ザカさん書いてくれてるけど
高さんわざわざ書いててくれてるのにすまないね。金曜19時から21時頃はユースとの関係で TL が荒れますと書いています。本当に申し訳ないです。じゃあやっちゃいますか。やっちゃいましょうか。結果発表しちゃいますか。結果を発表してしまいましょうか。それではフリア CC から発表です。どうかな。どう。あ、いやいや残念。残念でした。今日でも当たりそうな気がするんだよな。松山亮さん今日ね意外とね惜しいのとかあんまなかった。本当に、うん、もっと惜しいかなと思う。黙れ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 。はい。2問目いこうか。じゃあね、2問目何しようかな。いつもねこの番組のお題は全く考えないんですよ。あらかじめランド6の方がまだ当たるような気がして。でもこれ当たってる人ね、同じ人が結構当たってたりするもんね。 3,4 回当たってる人とかいるもんね。まだ2問目、まだ1問目、うん、じゃあ2問目何しようかな。もし回答が思いつかない方は数字だけ書いていただいても大丈夫ですのでね。ね、はい、それもあのフォロワーの人から心配されますけどね。どうしたんだろうこの人。急に3487とかなんか。そうだ ね困ったね。どうしようか。いよいよもうすぐだよね。今日が18日の日曜日が、はい、かぼちゃ祭り、かぼちゃんの祭りで、かぼちゃの祭りです。かぼちゃんのお祭りが相模大野でかぼちゃのお祭りですあってね。それでそのかぼちゃんと仲良しのかおりんもかぼちゃんかおりんで一緒にステージをやるっていう、10時半からステージをぐらいからっていう予定で、ね、やるんですって。それで他にもなんだっけ、いろんな人コスプレして出てくんだよね。また、まあ、仮装ハロウィンのね、うん、仮装のコンテストとかもあったり、これ子供さん限定だけどがあったりとか。子供可愛いんだよねまたね、うん、ダンスイベントだったりとかライブだったりとか、あとはやっぱそのお店で食べ物売ってる方たちなんかもやっぱりちょっとハロウィン意識してコスプレというか、まあハロウィンのような感じのね仮装をしてくれたりとか。そうなんですよ、しています。で、あ、もう終わってしまった。大丈夫、青鬼さん、今から2問目だから。かぼちゃ産地ってわけじゃない。でもないね、まあ、普通のハロウィンだから。ハロウィンのお祭りを、キスさんがかぼちゃんとかわけわかんないこと言うからね。キス登場、登場した。今いくつなんだあの人たち。だって俺が小学校の時だよ来日してた。そうなんだ、うん、でもあの人たちエンターテイナーだなと思ったんだけどさ、何かにまたミュージックステーションかなんかに、うん、出たんだよ。でそれは夜のヒットスタジオだったかな、当時の海外からの中継でキスが登場しますって言って。60歳超えてる、超えてるよね絶対ね。それで楽屋舞台の袖みたいなところで、うん、こっちと中継がつながってるわけ。それでキスの皆さん、日本の印象はどうですかみたいな。そうするとみんな
Yeah, I love Japan! みたいな感じでこう盛り上げて、それで、ジャキスの皆さん、そろそろ演奏の方お願いできますかって言ったら、OK! やってくるぜ、ロックンロールかましてくるぜって言って、楽器を持ってこう、ステージの方にダーって行くと、これ多分、別撮りしてあったステージの映像が流れるの。はいはい、それが、お客さんもその時はいて、なんか普通のライブ映像やね、別に番組とか関係のない、そう、それでその演出の人たちは行ってくるぜって楽器を持ってステージにわーって行くとこまでやってくれてるんだなって思うと、結構こう寒いことにも乗ってくれるんやなと思って、協力的ですね。分かんないもんね、だってね、これが日本でどんな風に流れてるかとかね、いやそんな寒いの嫌やってジーシモンズとか言いそうじゃん。分かんないけど、ポールあたりがいや一回やってみたらええってジーそんな言うけれども日本ではこんな感じが今おもろいねんって、なだめられて、そのポールがなだめて、それで、ピーター・クリスが俺ええよどっちでもみたいな感じになってねよく分かんないけどそんな感じなんだ。そうそうそう、なんで関西弁なんだね関西弁の必要が。それでエースが俺は飲むけどねって言ってエースはずっと飲んで、飲んじゃうんだ。そうそうそう、そんなキッスのミュージックステーション楽しそうね、日産が盛り上がると咳が出るという。2問目は何、2問目はそういうわけでピーター・クリスってそうですね、深いよね、確かに深度だっていうね、ラビン・ニュー・ベイビーやるんだよね今日はね、なんか演奏するって言ってた。あ、もう分かってるんだ。ドゥ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 、あの曲もさ出た時にはさキッスがまたディスコの曲作ったって言って話題になったんだよね。キッスってそれまで16ビートとかやるようなバンドじゃなかったから、だけど今考えてみるとあれがディスコでかかってたっていうのもおかしな話よね。まあいいや、よくわかんないあの頃そうだったのよ、ロッド・スチャートもアイムセクシーってやつでディスコナンバーみたいになって、マリー・マリノもバラード中心だったのがなんかラテンのコパカバーナとか歌ってディスコでかかって、それでキッスもそうだった、その後ラビニュー・ウェイビーとかを歌って流行りだったの、流行りだったもん。なんかね、そうディスコナンバーみたいな、当時なんか12インチシングルとか出始めてさ、 LP サイズでリミックスしてちょっと長いバージョンの、そういうのもね、キスも当時ジーシモンズがまだ舌出さないそういうのをねやってたんですよ。あ、シェンドシーさんだ、おかえりなさい。じゃあクリス、えピーター・クリス67歳、へえ、青鬼さん出した舌出すのそうカープ負けましたって、あれ巨人勝った、あそう、これ日本シリーズに進むんだっけ。そうだね、カープ負けたか、残念ね。誰だっけ引退する人、カープ前田だっけ、ディスコティック。問題はこれから2問目だよ、日産がやる気になってくれたら舌出したら捕まるよ。でも足腰とか大丈夫なのかね。ねえ、大丈夫なんじゃない、ブーツだってこんなすごいの履いてんだよ、つま先でこのぐらいあるからね、でかかとがここに乗ってるから、どうなってるのそれこういう靴があるとするとこの辺が地面やね。そんなやつだ前田選手なんだね。あ、そうだ、前田選手ね。それでタモリが小人みたいだったし、それでさこの間さ高校生があるようでやるじゃない、それでキッスのデトロイトロックシティを演奏したのがね、工業高校のバンドだったのよ、はい、それで君らはもしかして、
デトロイトっていうアメリカの都市がアメリカ最大の工業都市だっていうことがあって、工業高校の僕らがこの曲をやろうっていう意味もあるのかなって言ったら、あ、そういうのはないですって言われた普通に言われたね、俺たちの中ではデトロイトロックシティとかね、うーん、ラブガンとかねもう大ヒーローですよ、ロックのね。さあ、じゃあ、はい、20日の日、カオリンが、カボちゃんのお祭りに。カボちゃんって誰やねん。あれでしょ、辻ちゃんと辻ちゃんじゃない方でしょ違う、あのもうかぼちゃ祭りね。なんかね、よく考えてみるとハロプロってあの辺りみんなもう全滅よね。何が何のこと、慎んで西さんこそこうやってこうやってたら方がいいんじゃないの、こうやって。もともと結構立ちの悪いのが集まってる印象はあったじゃん。なんか何それそんな話聞いたことないよ。そうだね、うん、さあ、じゃあそんな、うん、なんであれ、なんでその話になったの。あ、辻ちゃんかぼちゃんの話になったからだそのかぼちゃん、かぼちゃん祭りのかぼちゃん祭りね、ステージでみんながほら、あのコスプレするじゃないですか。それでカオリンは MC とそれからステージもやるっていうことで、うん、当然ね、そのイベントにまつわる何か格好してくるわけでしょ。お客さんがドン引きしたカオリンのコスプレは何だったでしょう。うわ、みんな、うわ、想像しちゃうね、なんかね。しないけどね西さん覆面かぶった方が。そうだね、本当だねはい、ということで数字の0から9までの何か一つを入れてください。ごまき持って何のことそうだよね、もうスタートだよ、もう終わるよ。当時みんなだってアイドルアイドルって言ってたのに、今もうすさまじいことになってるじゃないですか。そんなことないでしょ、皆さん頑張ってる方は頑張ってるわよ。そうね、だってあと何にもない人って本当に何にも何でもない人たちじゃない。何がちょっと、うん、慎みなさい。慎んで。マイクロビキニ、回し素敵、やだ全身タイツ、モンブランケーキみたいなスカート、あ、いいじゃん、なんかハロウィンっぽい。タイガーマスク、カイブラ、寒いオスプレイのコスプレ、キス旬だからって、旬だね、これ一発目にぶち込んだもん勝ちだよねこれね、うん、さすがムツゴロウさん。ナスビのコスプレ、下元か、たい焼きのぬいぐるみ、ふなっしーの格好してきたもう見えないんだ、カオリンだかわからないんだそれびっくりするよね。クマモン、全身タイツ、カボチャブルマ、日産の着ぐるみ、たわしを無意味に持ってる日産、たわしサガレンジャー、あー、サガレンジャーはいいかも。ふなっしー、葉っぱ一枚、田んぼの作業着、全身電飾タイツえ、お題なり、ダースベイダーダースベイダーも言わないんだハロウィンのお祭りで私がしたコスプレは何。一つ目の傘足も一本だからねあれね、一つ目の傘、あのあれでしょ、妖怪ですよ、あのリボンの騎士に変身していた、これかっこいいじゃない、ダメよ。アンドレ・ザ・ジャイアントのコスプレってどうすんの見たいけど、もうどれに押していいか分かんなくなってきたぞ。矢口持って書かない、そこでもう終わったんだから、やっと終わらせたんだから。ボンディッチ、裸の王様、西さんの服を着てきたそれ面白いだろうね人間が入ってるのかどうかも分からない、股間からの白鳥志村さんがよくやるやつだね、白鳥の湖でやるやつね。普通のスーツ、普通じゃん、うん、猫耳ビキニ、 AKB、 カオリンだってアイドルだしバニーガールってことで、ドテラカボチャのパンツ、カボチャのパンツ多いね、上半身のみチビティ、フナッシーのパクリ、自転車のコスプレをしてんの、ふんどしも出たね、巨乳美人、黒タイツ、
胸のあたりからかぼちゃのペーストが溢れてくるシンデレラ。何それ。軍服ちっちゃいおじさん辻求めもっとメガネをしてきた意地悪おばさん意地悪ばあさんかな。スクール水着相模原市長のコスプレってね。何それ。かぼちゃワインピーポくんのぬいぐるみ、あ着ぐるみね、 AKB のコスプレ、モンペたわしビキニ、わかんない、貝殻ビキニもさっき出たね。日産の自転車に乗って登場、府警の制服、カオッシー、じゃあ土壌すくい、土壌すくいいな。あんな顔するの私。ご家庭あの爪楊枝こうやって鼻に。やだ。関西弁を話す香り、それコスプレか。貞子ジープ自転車の格好、ウエストボックスの制服、1分前にすいます、ミニの方1分前にすいます。1分前だよって。ちょうちんブルマ、セミアマダルマ、ヤマト急便の宅配達人、セーラー服、引っ越しおばさん。引っ越しおばさんのコスプレってできそうだね、なんかね。ちょっと待ってね、あの今ちょっと読み直しちゃった。ちょっとそこ読める、読める、読める、ちょっとだいぶ先になってます、ね、16歳の香りになっちゃうんだけど俺、その先になっちゃってる。うの言う前に西澤も100倍になりました。ムツゴロウさんデビューした時の衣装、ちょんまげ、バッハのかつら、特攻服、簡易おんちゃん、ラウンド1のボーリングのピン、あれいいかもしれない。ゴマアザラシ、ゴマフアザラシのゴマちゃん、持って持って登場、歌舞伎役者、歌舞伎役者カカシ、あーでもあの大久保さんがやってるね、志村けんが着るバレエの服っていうのはこれは白鳥だよね。回しも出たね、何も着ない、それ引くね。捕まるでしょ。ヘチマ進撃の巨人、相模湖水センターの制服、どうなのか、あるだろうね、うん、ピカチュウの着ぐるみ、小林幸子のコスプレ、それすごいね。収まりきらないね。さらし、新聞紙で自作した何か。安上がりだね。安上がりだね。とりあえず手足新聞紙から出てる感じで。バカ殿。動くこけし、太陽の塔、魔女、小村帰りで痛い痛いって、ちょっと高さん大丈夫ですか。っていうコスプレだったら面白い。どういうコスプレ。痛い痛いってなってるの。真っ赤な顔したほっぺちゃん、竹ちゃんマンの服、ヒゲダンスの格好、竹ちゃんマン、新八九子社長、土左衛門、かぼちゃん、かぼちゃんが何なのかが分かんない。分かんないんだけどね、正体分からないまんまで、うん、なんかもう独り立ちしてる感じ。スーパーモデル、モモレンジャー、モモレンジャーいいな。スギちゃんの格好、雷様、緑のおばさん、懐かしいな、緑のおばさんが続いてる、こことあるのね。ね、おはぐろ、ハゲチャビン、ポスト。ハゲチャビン俺好きだな、ポストも好きだけど、ウェディングドレス、綺麗に着たね、おっぱいミサイル。なんだっけ、ビジンダーだっけ、なんだっけ、ボスロボロ、ボロット、なんだっけ、教えてた。コウモリのコスプレ、モンタの、え、コスプレ、黒柳徹子、受付嬢のコスプレ、ボーリングのピン、先ほどだね、胸に絆創膏のみ、村娘、ビキニ姿、全身タイツ、ホリエモン、騎士団の学ラン姿、ユバーバーのコスプレ、長野原美代、バカ殿、たい焼き、酔っ払い、終了。僕が読み飛ばしてあったやつが多分すごいあると思うんで、それもう一回打ってくれていいです。ちょっとしばらく止まるまで読みます。水を防ぐブロック、サムリ、サムリとか、あ、これスリーかもしれない。ダフンダー、なんでだ、ターザンのカオリン、子猫ちゃん、バドワイザー、バドガールいい、バドガール来てよ、寒い、加藤ちゃん、今
今この時期を逃したらもう着れないじゃん。着ないもん。マイコハン寒そうじゃなかった？の着ぐるみ。いや動いて暖かくなるって。いやいや今日だってもうヒートテック着てるよ。マイコハン早いな。また救急車の音。マイケル・ザクソン、サウルのバブルス、シンディ、来年はだからさあ終了しましたか。あ、やっぱり終了。マイケル・ザクソンとバブルス君大丈夫かおり。え、にゃんこ。旭川のお菓子屋さんで小豆のお菓子をあずちゃん、かぼちゃのお菓子をかぼちゃんとネーミングしているお菓子があります。ムツコロさん100枚ね、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。ハクション大魔王とあくびちゃん、なんで2人にするの。西さんと一緒に、俺とカオリンでやるってことね。俺出ないからね。番外前割れのタイトスカート、あいいね。アフロダイエース、ダイアナエース、懐かしい。裸の王様、神奈川土建の制服あるのかな制服。高さんいいね、この地元制服シリーズ。しかもちょっと硬い企業の。月光仮面、ダイアナ妃、ああ、ワカメちゃんのようなミニスカ、汗の紫440枚オーバー。うわー、444枚になったら長嶋さんの終身ホームラン数と一緒だからね。すごい。ラムちゃん、バドガールじゃなくてバドワイザーのコスプレ。バドワイザー。バドの瓶のね。バドガールじゃなくてバドワイザーそのものの瓶に。あ、そういうこと。バドワイザー来てよ、寒いの一言であしらう香里さん。SAO のアスナならボックスで来てください。バドガールね、あったかいからいいじゃん。ボックスも寒いもん。ノルルン着ないもん。ヒートテック着てるよ、名言。この前横浜でバリーちゃんのいるお店行ったら、お触りと写真撮影は NG と言われました。青鬼さん、何やってんの？そんなところ行ってたんだ。だって仕事してた本当に。谷間からこうライトとか、ライターとかで出してくるのかな。タバコ吸うとか。ラムちゃんいいですね。ヒートテックってもも引きのこと？違う。ヒートテックでバドガール。ヒートテックでバドガール。サガミリオン読まれました？読んだような気が、あ、読んでないかもしれない。ロボコン、ロビンちゃん。どうして俺をセットにするの。あ、そうです、ソリさんこんばんは。こんばんは。バドガール確かリカ姫様がアップしていたような。へえ、来てたのかな。やっとお題です。おめでとうございます、ムツゴロウさん。ジャビット、ミスパイロットもね。ミスパイロットもどう、あの堀北さんのあのキャラクター。よし、じゃあ私もうチェックしちゃう。100枚以上は100枚単位にプレゼントした方がいいのでは。もう100枚の次は200枚。それいいね。それどっから採用したらいいの。もう440枚の人がいるんだけど。200枚までは送ったね。そっか、200枚から。それあの交渉して。アセロラさんとサーキットの神さん。そうだね、交渉させて。レオタード、レオタードもいいね。アレルギーありませんか。アレルギー、いや、アレルギー、うん、アレルギーいっぱいあるんだけど、それではないんですよ、咳も。あ、西さんの咳、うん、ヒートチェックでサルマタのこと。カオリンが装着しているのはヒートテックのブラですって。何？カオリンはどんな衣装着てもいやらしく見えない特典がありますよね。そんなことないよね。いやらしい感じの着ないかな。エロエロになるわよね、カオリンだって着るもの着たらね。なんないわよ、私は。ボンキュッボンっつって、ボンにならないから、ね、スルーっていくやつ。
ル水着、リスさんとペアでアシュラダンス、それ一体になっちゃう。長嶋一茂、どういうこと。バドガール西も見てみたい。おさわりありのところだって問題、そうだ問題だよね、私なんて中途半端な数。いや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 、100万単位プラスゾロ目とか。ゾロ目ね、おめでとうございます。プレゼントより数が増えているだけで嬉しいですよ。200の景品ありがとうございました。あ、本当ですか、よかったです。下着なんて着ているのかな。西田も30倍になったよって。ソリさん、ソリさん、嘘、本当に。カオリン、少しはフェロモン出しましょうよ、そのうちね。キュッキュッ、もう今ポトってなんかペンが落ちたことがしたけど、落とした。峰富士子のコスプレ、夢が叶いましたって。ムツゴロウさん、ポンキュッポン、西さん口を、あ、慎むべきだったね、今のところね。こんな感じかしらね。チェックしから、じゃあチェックしましょうか、お願いします。あ、また切れちゃった。そのうちなんて言ってると枯れちゃいますよ。いや、ね、2問目はというわけで、カオリンのコスプレ、ちょっとあの可愛らしい、なんかハロウィンの飾りみたいなの買ったんだよね。うん、帽子と、ね、そういうのつけて出てくれると思います。そうか、バドガールね。バドガール、昔うちの店に来たことがあるんだよ。キャンペーンとかですか。そう、その時ね、本当にバドワイザーのそのキャンペーンでお金ももちろん払うんだけど、うん、結構ものすごい数のバドワイザーを仕入れると、うん、バドガールがついてくるっていう。何それ、何しに来てくれんの。いや、お酒をただ運ぶだけ、運ぶだけに、うん、そういうのあったわ、前クラブイベントに来てたわ。すごいすごい、何十 10ケースぐらいじゃないかしら。すごい数、大量頼まないと、ね、大量に頼んで、しかも返品ができないっていうね。あ、当たり前だけど、そりゃそうだね。でもさすがに俺、大体ほらクラブの人からさ、うん、実はこういうのやりたいんですけどみたいな言われると、うん、誰もそんな危ないかなとか、うん、こういうちょっとこういう人呼びたいんですけど、誰もそんな、なんか何やってるか分かんないやつとか、大体こういうの入れたいんですけど、そんなのダメ、入れたらライブの時邪魔だからとか、大体ことなんだけど、その時はもうすぐ即答だったさ。いいね。実際10ケースぐらい取ると、そういうのがあるんですけど、ちょっと取ろう、早い、即答。大丈夫、いつかなくなるから大丈夫だ、こんなもの。すごい、取ろうじゃないかって、率先して、俺はバドワイザーが好きだって言って。ビールはバドワイザーだ、飲まないくせに。チェックそれを見越してイベントを企画すればいいのに。だそういうイベントを企画を一緒にやるやつなの、なんか、うん、コラボ企画をバドワイザーと一緒にやりませんかみたいな。そうですね、皆さんこうやって忘れそうな人は何枚目とかよく確認用に書いてたりしますよね。北海道の某 FM 局を主催するカフェにバドガールがおりました。へ、個人的に残念だと思ったので、思ったのがせめてティーバッグにしてほしかった。あー、なるほどね。何バドスーツにパンツのラインが出てしまうっていう。あー、そういうのね、大事だよね。へー、でも大体そういうバイトやってること気使うよね、やっぱりね。うん、多分モデルさんとかは気を使ってはいるんじゃないかな。
でもなんかさあれなんだって、現地調達っていう場合が多いんですって。なんかそういう何派遣会社みたいなところで、あ、はいはい、必ずしも、そのモデルのレベルを保証するものではないという。もしかしたら本当にものすごいパトカールが来るかもしれないんだよね、俺みたいのが。どうもって言ってバトカールの格好してこうやって来ちゃうかもしれないのよね。それリスクだな、それリスク高いな。というかそれバドワイザー自体が致命的な致命傷になるもんね。それね、そんなことはしないよねきっとね。それ LINE が出るのはどうかと思うわよね。ねえ、クアーズとかバドワイザーね、よく飲んだわ俺も。クアーズは本当にしばらくバドワイザー飲んでて買ってて、その後クアーズがね急に安くなったんだよね。それでずっと飲んでたわ。それカバガール、うまいこと言うね。レースクリームも綺麗だよね。でもなんかイベントとかにねいる子とかよく掛け持ちしてるよね、レースクイーンとね。今もいるのかしら、レースクイーンって。やっぱりいるじゃないですか。あ、そう。そうか、海外だと日本のビールは売ってないもんね。もうクアーズもそういう感じだってね、ジュースと値段が変わらないぐらいになって、一時期ケースいつもバドワイザー2ケース、クアーズ4ケースぐらい必ず家にあったわ、浦安にいた頃。よう飲んでたわ今考えると。ハイネケンは割と高かった気がするんだけど、当時も。そんなことないかな。代わりにレースクイーンとかそういうの仕事来たことないの？なんかレースクイーンの仕事はしたことないですね。あ、そう。よくキャンギャルの人がやったりしてるじゃん。なんかキャンギャル&レースクイーン写真集みたいのに載ってたじゃんか。あー、でもほらよくわかんないけど、一つやってたら他のところと契約できないとかね。ああ、そっか。あるし、特になんだろう、そういうオーディションとか受けたりしてなかったしね。なるほどね。だって寒そうだもん。カオリン、じゃあ一回でいいからバドスーツで金ハミやってくださいっていう懇願が、千田高さんから。俺からも懇願するわ。なんで土下座して頼むわ。もうすっごいそこでエースターだけ暖房かけてあげるから、ゴーって暖房かけてあげるから。やだ、みんな見に来るもん。来ないよ、みんなが見に来れないようにこう全部幕もしてあげる。やだ、それでニュース読んでる私って想像しただけできっとなんか吹いちゃいそう。何やってんだろう私みたいな。ニュースの時はこう上着を着ていいから。何それ。羽織っていいから。交通情報は毎回バドで。バドになる意味が分かん。天気になったらこう羽織っていいから。なんでその天気と交通情報の違いは何なの。だから俺すんごい交通情報細かく長くするんでしょ。渋滞に150m みたいな。やだ。うのぼりで 250m。 どこまで書いたか分かんなくなった。いろんな人がいろんな意見言ってるけど、その辺は読まないからね。もうせっかくカオリンをいい気持ちにさせてなんとか来てもらおうとしてんのに。あ、ちょっと水を差す感じ。そう、水を差すやつがいるんだから。よ、みんなね言うよね。あ、次の罰ゲームを窓ガールにすればいいのか。アゼロラさんが440枚オーバーなのね、海徳、うん、
今日なんかいっぱい達成している感じだね。そうだね、結構ね。いくら投資すればバドやってくれますかって。投資って、いや俺も出すよマジで。マジでマジで。あ、青森さんまで。じゃあ僕もバドスーツ着ますよって。いらんわい。じゃあ次の罰ゲームそうしようよ。バドガールの衣装を着る、負けた方が。またみんなの罰ゲームになってしまうね。ウノで負けたらバドガール。よし、はい、できたよ。チェック終了ですか。したよ。下着が破裂するのではってどういうこと。あ、結構みんな乗ってくれてる。乗んなくていいよ。ちょっとみんなでとりあえず買う一回。私失踪してもいい。カオリのサイズのものをね。チェック終了。チェック終了。それではフリア先生から発表です。ヘノヘノさんは二口言っときます。どうかな。ん、おお、いやいや、あれ残念でした。あ、そう、意外や意外の ね。下中さん5口出すって。みんな一口いくらだかも決めてないのに。すごいね、いくらが決まってないのに。どうすんの、一口3万円とかに決まっちゃったら。15万円だよ告知ってしたらね。ああそうですか。もう一回じゃあ最後のロスタイムやりましょうか。ロスタイムやりますか。数字なんてなんてどうでもいい。バドスーツバドスーツバドスーツって壊れちゃった人がいるよ。誰かやるよ。もうバドスーツ嫌。いや。どういうステージ衣装としてはどう。意味わかんなくなあれで歌うのって。俺がバドワイザーの曲を作った。何それ。その日だけ一日だけ歌う。何それ。その日限定の新曲でバドワイザーっていう。なんかのじゃあイベントの時にさ、あの長時間ユーストとかさ、それの時に限定で30分だけとかってどう。逃げていい。もしだからなんかUNOで負けたらとか、そういう罰ゲームでさ。UNOやんない。UNOやんないって言われた。あんなにUNOを愛してるカオリンが。そうか、似合うと思うけどね。みんなみんな大絶賛なのにな。スリムだから似合いそうって。 C&C さんも、北中さんも。これちょっとみんなの懇願ツイート見てごらん。こんな熱いツイート金曜ハミングで見たことない俺。ね、すげえ。すげえ楽しい。いつの間にかファンドが成立して。何スーツなら OK って。スーツ、バドスーツ、チャイナドレスはって。チャイナドレス着たことある。あ、写真あったもんね、そういえばね、うん、こんなスーツ履いてるやつ。
それスリットっていうの分かった、ここはバレリーナで妥協って。バレリーナバドバドガールがいいな。なんでみんなそんなにバドガールが好きなの？バドガール素敵じゃないね。だいたいバドガールってどんな格好だっけ？だからあのいわゆるボディコンですよ。ただのボディコン着るぐらいいいと思わない？なんかね、嫌なの？なんでラインを出すのが嫌なの？ボンがないから。ボンがない。スルーだから、ツーっていくから。みんながほらそういうこと言うあのお見せするほどのナイスバディだったらそりゃ着ると思いますけど、その皆さんが、いらんこと、ごめん、いらんこと言って思った。特に日さんがこう納得してくれるような体型じゃないんで。俺だからそれは巨乳好きじゃないっつっとんじゃないの？知らないけど。あ、スリットじゃなくてこれ破けてるだけなのか。そうだよ。古谷さんって何着ても似合いそう。そうだよ。ありがとうございます。彼はね、スタイルもいいし背も高いし。いやいや。いいじゃないですか、バドガール。ほら、間違った情報が、コスプレしてないですよ。何？高齢のみたいになってるの？結構普通って言えば普通よね、バドガールってね。うーん、ただあの白と赤のほらあの感じ、あれがなんかほらあのレースクイーンのその格好と同じようになんか私服ではない色合いじゃ ん、 なんか。だからそれがいいのよ。なんかだから一度だけお願いできませんかね。残るのが嫌だ。ほっと妥協案を出してきました。何が？皆さんこれがここすごい大事なとこです。ここすごい大事です。何が？だってセーラー罰ゲームでセーラー服着た時もはい、はい、残したくないって言ってアーカイブも撮らなかったし、スクリーンショットとかも撮ったりしないでねって言ったのに、私の手元に送られてきましたからね。嘘。セーラー服の。え、送られてきたの？ええ、撮っちゃダメだっつったのに。はい、そいつの顔一生忘れない？はい、やだって言ってもやる人がいるからやだ。そっか、そういう前例があるから。前例が。じゃあうちのお店でユーストも配信しないで、お店にいる人だけのためにで、全員のカメラを取り上げます。カメラと携帯を一旦全員集めて、それでカウンターにこうみんなで集めて、ちゃんとその辺のはあのちゃんと松永がこう棒とかでこうチェックして、金属探知機みたいなとこ全員チェックして、それでみんな客席に静かに座ってるところにバドワイザーで一曲出てきて歌って帰るだけ。そこまでする必要ある？これどう？これまずほら遠いところに住んでる人たちはええってなるよ。そっか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 。ねえ、ええー、ってなるよね。だってユースト配信しちゃったらね、もう撮れるもんね、スクリーンショットとかね。ね、ストリップショーみたいな感じになってきちゃうと、それはそれでなんか違う。ほんまやな、それは見れないからダメ。そうか、だけどだって名古屋から来てくれると言っても。なんかちょっとみんなよく考えよう。ここはあれだよ。ちょっともうあの9時モノポリで言えば本当に勝負の分かれ目の大事な交渉よ、ここ。9時10分過ぎたよ。もう終わるよ。土曜日にしてください。会社休んでいくから。モザイクを描きましょう。
みんなそんなにバドワイザーにバドがあるか。あ、ボックスから初のあのなんだっけペイなんだっけペイパルじゃねえ、なんだっけ、何お金払って見るやつ、ペーパービュー初のペーパービュー放送やる。もうその3分だけなんだけど短いそうか、そうだよな、みんな見れないと、ユーストじゃないと見られない人もいるしな、ね、遠くて。皆さんの気持ちは分かった、気持ちはあのしっかり受け止めときます。お、受け止めるだけね。あれ受け止めるだけ、受け止めて、受け止めて、なんか機会があったら思い出す何やそれなんかそんな、あ、なんか俺なんか中学の頃に俺を振った女がそんなこと言ってたよ何それ。分かった、気持ちは分かった、気持ちは、うん、気持ちはもらうねって言って、気持ちは受け止めたからちゃんと受け取るねみたいな。いやいや、ほいでそれで、うん、あのずっと友達でいようねみたいな、なんか、うん、いや全然分からない意味が。なんか機会があったらね、機会、うん、ほらやるよ、行くよ。やんないのロスタイムPV でも OK、 なんか方法を考えよう、方法ね。ホマキだってセクシーショットに挑戦したんだから、香り文字。ホマキって誰？ゴマキじゃなくて？本田真紀子。ほらもう9時過ぎちゃったよ。細川先生。誰？細木和子。誰？固まった？大丈夫かい？本当？もうアーカイブもあるんじゃないかい？うん、今日はね余裕なの。そうなの。6時過ぎの、6時半ぐらいじゃないかな。あら、そうなんだ。もうたっぷり、うん、墓場まで持っていくつもりですねって。さあ。おまきって誰よ？あれ投稿できなくなったっけ？本当？みんながそういうこと言うからあれ？そんなことってあるの？あれ？大丈夫かしら？え？ユーストサーバーにエラーだって。あら。リロードしない方がいいと。リロードしないで待った方がいいみたい。お、あ、投稿できなくなったのでハッシュタグで打ってます。まあほら私を困らせるからですよそっか、これはじゃあユーストサーバーのせいみたいな、うん、ちょっと落ち着くまで待ちましょう。もう最後の交渉が決裂した感じがするよ。なんかもうこれで3枚揃わなかったみたいなああお互いに揃わないんだよだって、うん、バルティックだけでもこう揃えたいっていうもできません、卒業しちゃったから。その投稿じゃないし。そうね、まあなんかなんかでも俺も
そういうオタッキーな雰囲気になんかなるのは嫌なのよ、やっぱり。おう、キムリチンブルグリュデューみたいな出た、その誰だか分かんないそういう感じは嫌やね、なんか気持ち悪い感じにはしたくないのよね。みんなもそうだと思うけど、だけれども、まあ、バドガールは見たいんだよバドカオリンは見たいんだよね。そうなんだね、うん、でその気持ちは受け止めとくから、だからみんなの気持ちは届いたよ。まあ、いつもそうやって男をかわしてきたよね。何が届いたから受け止めてるから、ちゃんとしまっとくねしまうなよちょっと書き込みできるようになったのかな。え、ちょっと待ちましょう、ちょっと待ちましょう、 TL がぐるぐるだって。今誰もみんなみんなソーシャルの方から投稿できないみたいだから、どっか、うん、ちょっと待って復活を待ちましょう。待ちますか。寸止めテクニックその1出るよねうまいよね女ってのは、そういうのが。あ、お兄さんがテストしてる。俺だけかと思った。ぐるぐる西さん、ソリさん名前言い合ってんのそう、その気持ちを受け止めておくから、上から目線だよねこれ基本ねそれがなんか腑に落ちないわよね。なんで、だってみんながお願いしてくるからさお願いしてくるからさ、そう、そのお願いを叶える方向を探そうよ、うん、じゃあその気持ちを受け止めて、うん、受け止めてちょっとしまっとく何それ、ちょっとそれ出してくれるの。じゃあまたたまにね。え、それ出す時っていうのはバドガールになる時ですよね。分かんない、ちょっとたまに出してみて、あ、みんなこんなこと言ってくれてたなって、もう一回あかんねんね、それをそれを60、70になって、あの頃そんなこと言われていたら、よし、私もじゃあ思い切って生きてみましょうかねって言ってもわかんねんで60歳はいいよって言ってくれた人いたよあ、そう、うん、あ、投稿できたみたい、復活したみたい、できました。しまっちゃうのかだよね。しまったり取り出したりして、ちょっとたまには広げてみます。広げるのはバドガールになるってことよね。それはね、分かんない。まずでもあれだね、戻ったかな？戻ったかな？それじゃ40超えて脱ぐ女優と同じじゃん。あの頃にってなるかな今違うんだよなみたいになっちゃうとね今なられてもなっていう風になっちゃうとね。そっか、あ、戻ったら だいぶ復活してみて、みんな、お、来たね、あ、大丈夫だね、数字やんないよ、ちょっと安定したら数字やりましょう、やりましょうか。まあ冗談を置いといてどうですか、どこまでが冗談だったの私めっちゃ本気の回答だったんだけどとりあえずまず俺そのなんかそのオタクな感じにはしたくないの、オタッキーな感じにはしたくないのね。ほう、なんかそういうなんか番組の中でのなんかそういうなんか何オタッキーの集まりみたいな感じになっちゃうとみんなにも悪いと思うし、ほう、それを外から見た人はね、なんで気持ち悪いこの番組って思われたら嫌じゃ ん、 なんかいつもはそんなことしてないのにね、そう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 、何このパーソナリティの子にバードガールの格好させるだけで大人たちが何やってんのこいつだっていうのは嫌やねん、なんかほう
だからむしろなんか堂々とカオリンが だから、俺がさ、やったじゃん、長時間かなんかの配信の時に、うん、朝一で、うん、朝稽古やったじゃん。ずーってこう画面の前を膝痛めた時の、うん、あれみたいにさ、その日の早朝に急にこう定点カメラでボックスが映ってたら1時間に1回バドガードの香りが通る何それ。普通にあトレー持ってこうやってこう横切ってそうするとほらみんなさ、これ西さんは私をどうしたいんだろうねアーティストのディレクタープロデューサーだよね西さん一つはその、あの出し方の問題ですよ。だからそういうね、どこで出すか、ね、そうネタのもあのネタのやり方の問題、それとあと絶対にこうなんせこうケーキよりキャンペーンガールまで行った女の人女性ですからやっぱりしょぼいもんではダメですよね。きちんとしたバドガールのもう本当にちゃんとしたちゃんとした衣装じゃないとやらせられないです。誰に言ってんだ俺はちょっとマネージャーっぽいでしょ。なんかそれはちょっともししょぼいなんかそれこそなんかほらなドン・キホーテで買いましたみたいな、うん、そんなんは NG、 そんなのちょっと NG、うん、だまずサイズがきちんとあったら、うん、その窓の衣装をまず用意しましょう。それはしましょう。用意をしましょう。で一回まあカオリンがこう切ってみて部屋で切るなりなんなりしてちゃんとどんな感じかなっていうのを見てみて、で少し仕立て直しももしかしたらあるかもしれないじゃん。あもう少し腰のとこちょっと詰めた方がいいかもみたいな。もう少しスカート裾欲しいですみたいなとか。西さんは前もって見る気いやいや、じゃあだからそれはカオリンだけで一人で自分でチェックしてああこんな感じかっていうのが分かればちょっと着れる機会が見えてくるかもしれないじゃ ん。とりあえずどこで買える本物ってあすごい、何なのみんな特に西さんが一番なんか一生懸命なんだけど俺ほんと好きやねん。そうなんだ、ほんとにバドガールが好きやねん。分かったそれは分かった鼻息荒いハンズ見てきますハンズ見てきますで俺本当にね冗談じゃなくどうやらほらいろんな動画が見られるサイトとかあるじゃない、うん、それでアダルトコーナーみたいのもあるのよ。ほうでそういうところ行くと、うん、検索のところにバドガールって入れたことがあるもん俺。へーソリさん見えてるよちゃんとー俺としては割と女教師っていうのはよく入れるんだけれども、ほう女教師の次にバドガールって入れるみたいな。へーさああと2名ぐらいバドガール用意しましょう。あ、一人じゃ恥ずかしいだろうかな。願えば夢は叶うってお父さんが言ってた。あ、ビレバンとかありそうだね。ビレッジバンガードとかね。二回姫様知ってそうだね。
天海瑞穂さん、俺は人妻って入れます。みんなそんな趣味をさらけ出すコーナーじゃないから。もう終わるよ。はい、じゃあ数字をね、数字をまだやんの、数字のロスタイムを最後にやんの、やりましょうよね。1分間だけのロスタイムになりますので、はい、お忘れかもしれませんが数字の0から9までのね、何か一つを入れていただきます。はい、よろしくお願いします。15秒前、1分間だけやりますよ。じゃあみんな用意してください。5秒前です。よーい、スタート。さあ1分間0から9の数字だけを入れてください。今度はこれは生で、僕らも追っていきます。ツイートサーチストリームで追っていきます。ツイートサーチストリームで出た順番通りにチェックをしていきます。でこれが止まるまでね、いきます。今25秒経過しました。数字が揃った時点で終了に、おーっと揃った、揃いました。揃っちゃったね。揃いましたよ。ちょっと待って、終了。揃うよな、これな。揃うね。揃うよ。ちょっと止まるまで待ちますね。もうチェックは OK ね。はい。俺も話しちゃう予定。うわー、すごい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 。いやー、揃ったね。割と半分ぐらいで揃っちゃったね。ここで終了。はい、早かったね。香織さんはそのまま清純な感じでいてください。ありがとうございます。別にバドガールが清純じゃないわけじゃないじゃないの。そうだよ、清純なバドガールでいればいいんじゃないの。うん、分かった。さあ、その私や、私が当てたんやって言ってる人がいるけどさあどうかな。これで当たらなかったらもうロト6を告訴するって意味が分かんない。まず数字の発表からいきますか。どうしようかね。そうよ、清純のバドガールあって全然おかしくないでしょ。清純派の AV ギャルがいるんだから。それは全然違うから、それは消すよ、これ。それは全然違うから、かおりさん、ほんとすみません、なかったこと言うね、ほんとごめんなさい。ちょっと今流行りの土下座とか見えないから、ここから、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。ほんとすみません、ちょっとあ、あのちょうどでも、うん、アーカイブが終わろうとしてます。さすがに終わらない、数字終わっちゃうじゃん。数字終わっちゃうけど、もう今回当たりが出たということで、うん、皆さんおめでとうございました。おめでとうございます。それではユーストハミング、この辺でちょまた来週。ちょっと時間とともはい、じゃあ発表します。まず今回の数字はこちらでした。はい、見えるかな、見えるかな、321でした。すごいでしょ、321だったのよ。青鬼さんの3も入ってるし、入っているね。ね、